はい、どうも皆さんこんばんは。おはようございます。3月12日水曜日、本日は気候な横須賀店から生放送です。よろしくお願いします。 お久しぶりです。1週間ぶり横須賀です。横須賀店ですね。はい、じゃあ最初ちょっと自己紹介してください。はい、はい、あ、どうも、私気候なる横須賀店の、はい、モッサンこと、お、サボン、はい、おはようございます。モッサン、よ、モッサン、はい、よ、モッサン、よ、モッサン、はい、よろしくお願いします。よ、モッサン、はい、そして、はい、預けです、みんなのアイドル。来たぞ。気持ち悪い、こんな気持ち悪いアイドルいない。来たぞ。みんなのアイドル、預けさんですね。来るなって言われるんです。はい、よろしくお願いします。おはようございます。預けんと嫌われる者のモッサン、こんばんは。ありがとうございます。すいません、もはや、ね、もう一発目からそういうことでね、定着してきましたね。来た、嬉しい。ということで、本日は、何を遊戯予定でしょうか。本日は、はい、サミーさんのモンスターハンター、はい、はい、モンスターハンター CR ですね、はい、パチンコの方、パチンコ行きます。はい、いや、初めての、はい、そうですね、初めてのパチンコということで、はい、初パチです。街道目視録ちってんのにこれ、そうですね、パチンコ行っちゃうっていうこの感じね。完全に番組名を無視、無視したね。すいません、大人の事情ってことで、大人の事情をパチンコかーっていうことでね、はい、今週はパチンコをやらせていただきます。はい、そしてですね、今回は、先週までと違ってですね、戸塚店とのバトルではないと。そうですね、いうことでね、はい、お送りしたいんですけど、はい、本日はなんと毎週恒例の NG ワードを言ったら罰ゲームというので、今週もね、お送りしたいと思いますのでね、ぜひともね、皆さん、NG ワードをね、言わせるようなコメントの方をね、一つ、よろしくお願いしたいと。先月ね、なんかで自分入れたみたいな感じになってる。誰、多分ね、うちのスタッフだと思うんですけど、もうなんかね、悪意を感じる。悪意とかないです、ないです、全然ないですよ。皆さんね、その辺のところね、考えながらコメントしていただければと思いますね。ぜひとも2時間よろしくお願いいたします。おはようございます。はい、じゃあ早速ね、打っていきましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、てか画面き、あ、こう CM 入れた方がいいかな。 CM 入れようか。あ、お願いします。 CM 入れましょう。はい、 CM。 はい、そう、この感じいいね。初めて、そうだね、聞こうな、通知ですね。あー、そう、はい、よし、ということで、打っていきましょう。はい、もう打っちゃってもいいですよ。あ、はい、そうですね、全然。私ちょっと、はい、どうしました？カスタマイズしていいですか？何ですか、その打ち慣れた感は。カスタマイズしてもいいですか？どうせなんで。あ、そうですね、やってもらって結構ですよ。私女性で行きますよ。女性で、うん、え、だって好き、嫌いでしょ女性。いや、もう大嫌いですけど。ただなんかポロリが、はい、ポロリとかあるかなと思って。ポロリ、ポロリ期待の、ポロリちょっと期待。興味あるんですかそういうの。全く興味ないですけどね。全然興味ないです。あ、女性とかは全く興味ないと。全然興味ないです。もしかしてちょっとここポロリありそうな気がする。全部そここだわりますね。ポロリありそうなキャラに、うん、はい、ちょっとね、台の方反射しちゃって見にくいかもしれないですけどね、ちょっとご了承ください、はい、ということでね、はい。そういえばさ、先週負けたから水曜は罰ゲームじゃないのかと。なんでですかそれ。あれ、終わってからやりませんでしたっけ。いやいやいや、何言ってんですか。セイントセイヤで負けたじゃないですか。あ、何してんだよ。セイントセイヤで負けたじゃないですか。負けましたっけ。負けましたよ。ちょっとコメントがちょっとかぶったのかな、これは。いや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 、ちゃんとね、そこはやっていかないと。そうですね、やりましょうよ。そうですね、罰ゲーム。で、まあ、打ち始めちゃったんで、まあ、ちょっと、じゃあ最後にね、最後にガツンとやりますやりますんでね、やりましょう。はい、ちょっと待っててください。すいません、すいません、ちょっと暗くした方がいいかな。すげー、見づらいかな。はい、じゃあ、いきますね、私。はい、いきますよ。二人揃ってですかね。はい、罰ゲームは。そうですよ、当たり前じゃないですか。先週、セイントセイヤ500枚しか横須賀で出てないんですから。そうです、500枚出した人誰ですか。500枚出した人誰ですか。マツケンさん。はい、マツケンさんですよ。で、自分のチームなんで、よろしくお願いします。はい、チーム、いや、チーム横須賀ですからね。チーム横須賀ね。そういう時だけどね、モッサン、モンハンは面白いですか。モンハン、いや、なんかゲームやったことはないんですけど、うん、はい、いや、普通に絵的に知ってるんで、面白いですよ。映像がすごい綺麗。あ、映像が綺麗、はい、これ綺麗すぎてね、モッサンの体が反射しちゃうんですよ。そうなんですか。白い服がね、自分が反射してるんだから。そう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 、ほら、
アイルね。アイル、うん、あ、よく知ってますね、アイル、はい、こう見えてもモンハンあるんですよ、ゲームの方も、うん、あ、ゲームやってるんですか。いや、全くやったことない何口だけなんですか、いつもいつも本当にやったことない、まあ、アイルは結構人気あるそうですね、キャラクターですからね、はい、まあ、サミーの台ということで、台のね、あの簡単なスペックの方をね、説明してもらいたいんですけど、はいはい、あ、今回はじゃあ、あずけんさんにね、お願いしようかな、はいはい、うん、スペックね、そうですね、まあ、いや、ライトミドルで登場です、あ、今回はライトミドル、今回はライトミドルのモンスター、意外とモンスターバターだったら、マックスで来るのかなと思ったら、あ、まあ、意外とね、確かに確かに、まあ、ライトミドルで登場です、ライトミドルで登場、はい、登場ですね。でまあ、2分の1で、はい、まあ、50% で、はい、ST に突入と、ST に突入、ST120 回転でね、はい、行くと、ありがとうございます。え、120回転ですね、120回転の ST に2分の1でと、あの突入すると、そうですね、はい、じゃあまあ、なんか初当たり 50% ってガロみたいなね、そんな感じですね、感じの、はい、確率は199分の1ということでね、はい、ミドルなんで当たりやすくはなってるとなってますね、いうところですね、はい、はい、そうでございますね、はい、こう、キコーナには、なん、キコーナ横須賀店には何台モンハン設置中なんですか。うちは7台ですね。7台、はい、はい、キコーナルには導入は、キコーナルには設置はないんですけど、はい、一応モンスターハンターは次週スロットの方が導入予定。あ、なんと次週スロットのモンハンを導入と。はい、おお、いいじゃないですか。あとね、パチンコの代わりにスロットは入れます。ああ、確かにあのスロットは人気出そうな感じしますもんね、モンハンだとね、はい、なんでパチンコだったら、はい、あれ横須賀店の方行ってくれれば。あ、そうですね、はい、はい、さあ継続するか。お、あずけさん継続ですね、はい、おお、熱い、なんかちょっと知ってますこのキャラクター。なんていうんですかあれ。なんですかこれ。あのヘキサゴン。ヘキサゴン。で自分がヘキサゴンですよ。お、収録開始。お、でかいでかい豚。豚。継続ということで疑似さん。疑似さんですね。来ましたかこれ。はい。何回行ったんじゃないこれ。あ、ほら可愛らしいほら。はい。カジキマグロ持ってますから。カジキマグロ。違うでしょ。あ。これ、俺じゃないですかこれ。ああ、赤文字。俺かな、はい、これ俺かなと思って、リオレイヤーですかと。そうです、そうです、リオレイヤー、合ってます。あ、さっきの恐竜が、はい、かわいいじゃないの、カットイン、かわいいじゃないの、はい、ほら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 、これがあるかな、はい、そういえばアベヤンがこの台めっちゃ酷評してたぞあれうるさいです、ほんとに、ほんとにね危ないよ彼ちょっとね偏ってるんですよマックス以外嫌いなんで。ああ、そうですね、言ってました、うん、マックス大好きっていうね、自分で打って出ないと嫌いっていう、言ってましたね、そういえば、はい、次行ったらちょっとコメントでみんなに寄せてくださって、まんまい出たらしいですよ、あの人。あ、安倍店長まんまい出たと、出たらしいですよ、はい、最近の話ですか。そうですね、おー、昨日ですね、昨日、冗談じゃないですよ、本当にわざわざ電話かかってきましたから。あー、出たよって、なんか LINE で画像が送られてきて、すごいですね、視聴者の皆さん、皆さんたかってください、たかってくださいと、阿部店長にたかってくれと、たかってくださいでも最近なんか阿部店長調子いい話しか聞かないですけどね。もういつもこれ、もういつも調子いい話しか聞かない、いつも出てるイメージがありますよね。俺もこれキリン柄ですよ、これキリン柄。ありがとうございます。本当ですか。はい、どうもせよ、プッシュ。ほんでキリン柄だったんですか。いや、キリン柄だったんですよ。本当、復活あるんじゃないの、復活あるんじゃないの、ねえ、これはちょっとさあ、何復活は、復活は、うわうわないわないわ今の。今日のハウスはこれで終わりってことで、ね、残りどうするんですか。マジでこれ、いや、どうなってんの。さすがアズケンクオリティということでね、キリン柄だったよ絶対に。今キリン柄外れたということでね、見せてくれますね。確か横須賀店のキリン柄は信頼度 5% ぐらいですか。いやいや、 いや 5% もないです。 5% もないです何言ってんですか。 5% 高い方です。 5% 高い方ですね。どんだけ低いんですか全回転で外れますね、これ。いや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 怖い、そんなお店怖い、ちなみに横須賀店はどちらに あるんですかね。ちょっと聞き方教えてもらってもいいですか。そういえば NG ワードだったわ。そうですよ今日も危ない、結構喋ってたけども、まだ分かんないですからね。横須賀店 の, あの
あの聞き方、ここに来るまでのね、はい、方法とかをちょっと教えていただきたいですけど、今日まあ徒歩で来てください。また徒歩で、いや、徒歩で来てください。たまにやつとこまともなね、あんなよ。横須賀店までは徒歩で来てくれということでね。ないし、駐車場も完備してますんで。駐車場もあるということで、じゃあ車でもいいんですね。はい、そうです、問題ないです。問題ないんでね、はい、はい、ぜひともね、近くの方遊びに来てください。はい、お待ちしてますので、カーナビとかにあの、聞こうな、横須賀って、はい、ね、入れてくれれば、はい、どんだけ説明したくない。いいね、いいね。いや、昨日のこの前の高橋店長もえらいことになってましたよ。全然喋んな い, んない。そうですね、高橋店長だいぶあのデスソースね、そうですね、食らってましたからね、先週ね、番組になってなかったですね。横須賀店は当たらないとということでね。失礼失礼失礼ですよ。アンダリーチ外すからですよ、キジさんのからとか。だから俺の引きですから、ね、しょうがないでしょ。本当に外したな。お、継続しますか、モッサン。青保留ですね。はい、はい、継続。これもしかして当たんないで終わる可能性ある。ある、これ。いや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 、でもライトミドルですよ。これどうしよう、これ。え、おお、討伐か、討伐、キャリニャ、うん、かわいい。さあどうだ。あ、あ、落ちない。継続はない。ない。はい、ダメですね、それ。はい、うん、ダメか、うん、ダメだ、どんだけダメダメ言う。横須賀店長、あ、違う違う、高橋店長が水曜日来るって言ってたのにな。ーと、いや、ちょっとすいません、ちょっと忙しくてね。そうね、なかなか多忙で。なるほどなるほど、そうですね、まあ、あの機会を見て来るとは言ってたので、はい、まあまあ、そのうち来てくれるとは思いますよ。そうですね、はい、かまってほしいですね。かまってほしい。どの辺かまわれたいんですか、やっぱり。別にそういう変な意味はないですけど、ね。変なかまわれた方はいいんですか。それは別に求めてはいい。なんかあのタイキック担当がいいって言ってました。いや、いらないです、ね、いらないです。する方担当やるって言ってました。いらない、はい、先週だから、そのなんか、なんですか、東もな、東じゃない、アズケンタ乗ったのがどん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 なんか、はい、コメントしてたみたいですよ。ああ、あれアズケンタじゃないですか。違いますか。そんな暇じゃないですか、私も。いろ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 そこまで暇じゃないですけども。あ、私的にアズケンさんのコメントだと思ってずっと拾ってたんですよね。多分スタッフじゃないかなと思う。あ、スタッフ、まあ、ありがたいですけど、やってくれる、そうですね。はい、そういえば高橋店長はどこに飛ばされたんですか。飛ばされた、あと、どこだよ、誰。え、どうでしたよ、ね。何ですか。ちょっと警戒してる。警戒してる、警戒してる。カムチャッカしてるんですよね。カムチャッカ。やっぱりね、日本を飛び出すね。そうそうやっぱりね、冒険大好きですからね。冒険王、冒険王、違う。面白いですね。あんまり高橋高橋って言うと、これ、NG ワードに出てきますよ。あー、ありえますよ、ありえますよ。さっきの流れ、そうです。そう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 、前回そうですよね、ま、おたる名前でしたもんね。そうですね、危ない。まあ、今週1週間ぶりの放送なんですけど、今週1週間どうでした、何してたんですか、お二人は。1週間、何してたの。足洗ってました。あ、足洗ってた、はい、いやいや、あの1週間足洗ってたの。はい、大体洗ってましたね。あ、大体毎日洗ってたと、足は、ね、足だけは欠かさず。 でも1回だけ、あの温泉行って。温泉？はい、温泉？ユラの里っていう温泉に行って。ああ、いや、ちょっと足洗ってから入りましたよ。この地域にあるんですよ。はい、近くにね、ユラの里っていう、はい、あれですか、スーパー銭湯みたいなやつですか。そうです、ね、はい、おー、まあ、どうでした、どうでした。海が見える、すごい景色のいいところで。あ、じゃあその温泉みたいになってて、あの窓から海見えるみたいな。あ、露天風呂があるんです。おー、はい、いいですね、すごい風流ですよ。やっぱ男の裸は最高ですか。そうですね。目的そこでしょ。そっちで行くの。それ見に行ったでしょ。なんかのそれ。そうそう、もうというのでちょっと元気をね、そう、エキソをもらえる。ヨミさんに逃げられたから暇じゃないのと。誰が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 ですか。まあね、そんなの一人しかいないですけどね。そういうことですか。暇じゃないですよ、意外と。何やったんですか。特
にやってないですけど、今週1週間何ですか、仕事だけですか。そうですね、特に何回もやって、まあ、毎回そうですけどね、特に何もやってないですよ。いや、なんかしましょうよ、やっぱ1週間あるんですから。趣味でもね、これ見つけた方がいいんでしょうけど ね、 そうですね。まあでもパチンコ趣味でしょ、やっぱ打ちに行くのは。まあ、長い時間打てないんですよね。ああ、時間的にね。そうです、そうです。なんで、ちょっとね、そこまでべったり打ちたいんですけどね、あの、コットとか朝から晩まで。まあ、お金持たないと思うんですまあ、お金持たないですね、確かにね。とても自分のお金じゃ持たない。モさんは打ってないんですか、今週は。いや、打ちはしましたよ。打ちはしましたけど、もっと打ちましたけど、はい、ケルちゃんで終わっちゃって。ケルちゃん、はい、ケルちゃん60ぐらいですか。ケルちゃん70ぐらいです。あ、ケルちゃん70、平均ぐらいで終わっちゃう。だいたいケルちゃんですからね、あれね。そうね、ケルセポネとかなかなか出てこないですね。ケルちゃん、あれはなんか嫁とか呼ばれてますよね。 あれハーデスの嫁なんですよね。あ、そうなんですか。確か設定が、そうなんですか。こんな綺麗なね、預けの嫁はどうしたんですか。もう預けの嫁逃げました、はい、それだもん、ゼロゲームですわ。あ、預けの嫁逃げちゃったからね。そんなこと言ってないから回らなくなったじゃん。そういうこと言って回らなくなった。預けは店長だから金持ちじゃん。いや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 お客さん、お客さん何をおっしゃいます何をおっしゃいます。いや、もうびっくりしますよ、本当に。びっくりするぐらい。いや、本当に。まあ、それ言ってもらって、会社、後でまた会社から電話かかってくる。やめますけども。まあ、そんなに言うほどよくないよ。言うほど、思ってることじゃないですよ。思ってることじゃないよ、と。そんなに。あ、すまん、嫁の慰謝料払わないとダメだから大変だったの忘れてた。何それ、何、もう払ったんですよ。あ、もう払った、全部終わりましたよ。もう全部終わってるというかね、綺麗に生産済み。全部綺麗に生産しましたよ。綺麗に生産済みだそうですよ。なんでこのうちの嫁ネタこれ出てくるんですか。いや、やっぱね、毎週見てくれてる人はね、何でも知ってますからね。いや、ありがたいですね、過去をほじくり返すっていうことで、いいじゃないですかね。赤だ。こんばんは、こんばんは。こんばんは。月曜お疲れ様でした。中華街どこがおすすめありますかと。中華街、はい、遠いですね、まだ。あ、横浜ですか。アウトモッサン、横浜アウト。いらっしゃい、アウトです。いらっしゃい、アウト。アウトですね。あ、黄色、ちょっとこれ見てからにしましょうかね。じゃあちょっとね、今モッサンいいとこなんでね、ちょっとこのあれだけ見てから、はい、ちょっと罰ゲームなら電源落としますよ。クリアのキャラリーワード当てちゃって、しかも台も当てちゃうみたいな。はい、うまいことありますよ。じゃあね、ちょっとこのリーチ見てからにしましょうね。これですね、これ見て、これ見て。違う、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちは見なくていい、そっちは見なくていいから。モッサンの方だけ見てください、皆さん。黄色の豚でしたよ、今。はい、今日ゴッド2回ありがとうございますと。あ、お客さんじゃないですか。2回引いたんですか、もしかして。2回引いた、さすが。もうどんどん来てください、もうどんどんぶっ飛んでいっちゃってください、もうね、頑張って。ちなみに、はい、ちなみにあれ、あの台はね、そういう、その2回引いたって言ったとこは、もう1回さらにその後引いてましたよ。1日3回もゴッド引いてると。1日3回言うと。すごいですね。たまらんですよ、本当に。はい、さあ、モッサン、来るか。来るか。あ、それ、ちょっと、あ、熱くないですか。お、なんかちょっと熱そう、これ。V 破壊ですよ。あ、ほら、かわいい。あ、あずけんさんも。決まったわ。なんか熱そうな、熱そうなリーチが、2台同時にかかってるぞ。さあ、どうだ、モッサン。あれ、俺もだ。マンドリルが逃げる。マジですか、と。はい、ということで罰ゲームいきましょうかね。はい、今の熱くないのかな。はい、ちょっと待ってくださいね、画面切り替えましょうかね。じゃあ、預けさんそのまま打ってますか。そうですね、打ってますよ。はい、じゃあね、じゃあこっちのだけカメラ切り替えましょうかね。あれ、何回いる、罰ゲーム、何回いる、なんか怖い人がいる。はい、あの、罰ゲームちゃんと脱いでくださいよ、し、ズボン。ズボン脱ぐんですか。脱いけ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何やるんですか、何やるんですか。大仏が出てきた、出てきた。大仏が寄ってきましたけど、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと待って、大仏が、これ大仏が来たよ。これ何ですか、何ですか、それは。
クッキーカラシですね。クッキーカラシちょっと寄りましょうかね、はい、それちょっと、なんとかみたいじゃないですかそれ。クッキーカラシということで、はい、クッキーの上にカラシが乗っておりますね。この量おかしいでしょ。じゃあ行きましょうか。もうさちょっとおかしいです、はい、行きますよ。はい、どうぞ。さあどうだ、久しぶりのカラシじゃないですか、もうさん。はい、コメントして、コメントして。あえあ珍しい、珍しい。いやいや、うろうろしてる、うろうろしてる。珍しいなはいはい、モザもいいですよ、台打ってください。トレジーですよね、トレジーはい、ということでね、モスさんの罰ゲームは、からしということで、一発目はからしですね。大仏、大仏ちょっと気をつけてくださいね。大仏危ないですね。大仏攻めてきますね、今日。1回目でちょっとずつ段階ってもんがある。大仏、ちょっと考えろと。ちょっと考えてるんですよ。明日も営業あるんですからね、やばい。やばい。はい、ということでね、皆さんもね、どんどん NG を言わせるようなね、コメントをね、ぜひともね、打ってください。ちょっと大仏考えてね、はい、ちょっとね、大仏。はい、はい、すいません、あ、優しい、怖い大仏もいれば優しい大仏もいます、ね、なるほど、今水の差し入れ来ましたね、はい、優しいですね。マジです。2人とも同時に外すなよと。いや、本当ですよ、どっちか当ててよ。いや、本当に、さっきの金の豚熱くないんですか。ちょっと頭かぶってますよ、あずけんさん。あ、すいません、すいません、危ない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 、すいません、玉がない。どうしよう、はい、玉がない。おかわりします。おかわりで、おかわり、はい。これ3回目のおかわりからもういきますね。3回目から、3回目のおかわりから、ね、何を行くんですか。大仏くんですか。あ、大仏くん行くんですか。何なのこれ、これ結構このキリンから外す、俺これ、まあオカルトですけど、はい、サミーとかちょっとキリンから外すとちょっと長いですよこれ。キリンからを外す台はちょっと当たりが遠いと。ちょっと自分のあれですけども、はい、それはよく聞きますね。おお、あずけんさんのオカルトですね。はい、さっきの美味しそうだったねと、モッサン、いやまだ口の中残ってますからね。もう飲み込めなくても、うん、やばい。モッサンってデスソース何もないのにこれは効くのかと、はい、モッサンデスソースどうでした。いや、まあ、あれも結構効きましたけど、今回のからしの量が異常でしたよね。あ、今のはちょっと量がおかしかったと。おかしかったです。なんかクッキー存在してる意味がないなっていう。完全にからし飲んでる感じ、考えてもらいたい。ちょっと、はい、いきなり飛ばされても、大仏、今の預けの振り分かってるな、次はもっと乗せろってことだぞ。コメント隠して、もうそのコメント隠して、番組にならない。まあね、預けさん辛いの得意ですもんね。得意じゃないね、わさびチューチュー飲んでたじゃないですか、チューブから、あれ、あのあとちょっと事件ですからね。夜寝れなかったね。夜寝れない。わさびはね、あ、大仏が了解しましたというねコメントを打ってくれてますね、了解。ありがとうございます。任せたやつ。いや、はい、仏の実でしょ。あずけはデスソース好きだもんねと。好きじゃないですよ。だからなんか好きな感じになってますけど、まあ、今日はね、たくさんいろんなね、今までやった罰ゲームを、はい、こういろいろバリエーション変えながらやっていくそうなんで ね、はい、何が来るかわからない。気をつけてくださいね、はい、NG ワードだけはね。これもう、えもうちょっとシュールな感じになっちゃいました、ね、絵がね。じゃあどっちか2台で打てる、どっちか当ててほしいんですけどね、早く。あ、じゃあ言います。緑放流、はい、来たというところでね、これ赤になる。はい、まあ、次ぐらいでね、はい、なりますよ次、はい、もう一個露出下げようかな。おい、はい、タイキックも来る。大仏のタイキックとか面白そうやん。なんでそういうこと言うんですか。それ NG ワードだよ、それ。僕らの NG ワードなんで、そんなところで発生されたら、それはね、口にしないでいただきたいですね。危ない ね、先週だいぶハードなプレーがね、ね、続きましたからね。はい、アイルーマンの体が持たないで、ね、私に力を貸してくれ。衆議院一回こんなに痛めつけられたら、
閉まった3つまでいった。あ、閉まった、うん、熱そう、うん、さあどうだどうだ、ちょっと気持ち悪いですけどねこのお茶と、アイルーム、うん、預けんな。ちなみに猫派ですか犬派ですか。私ワンちゃんですね。あ、ワンちゃん、はい、ワンちゃんですね。モッサンは自分完全猫派です。完全猫派ですよね、はいはい、実家に大量アウト全然アウトじゃない、全然全然アウトじゃないですね。ちょっとね、勘ぐりますね、本当に怖いよ。大丈夫ですよ。緑、トリューなんだよね。また何が来るか。お、星5個。さっきも自分5個です。お、あれ、チャンス来ましたね。はい、先週マツケンがマジのタイキック受けてたけど、なんか言ってたと。いや、もう次の日青技でもう仕事に支障があるって言ってました。あ、それは良くない、それは良くないですね、はい、やっぱね、で支障が出れないようにね、いろいろ考えながらやっていきましょうね、今後ね。もう嫁にコピーとか怒らなそうですいい年こいつ何やってんのさらにいい年で自分ら何してんのいい加減してください。お宅の会社大丈夫って言われて、本当にね、あずけんさんの後追わないでほしいですけどねお嫁さんと仲良くやってほしいですね、仲良くやってほしい。あ、ね、緑だ、ガットインが、はい、うん、いや、俺は飛ばしないよ、これは。さあ、どうだ、押さないでいくんですか。押さない方がいいんじゃないですか。なんだダメですね失礼だ嫁に怒られたっておもろいなって、うん、こっぴどく怒られたその日、一日静かでした。あ、なるほど。なるほど、決意対し、嫁に叱られるしお小遣い減らされるし、めちゃめちゃやってるみたいな。なんでお小遣い減らされるの、はい、そこが分かんないんだけど反省しなさいって。ああ、なるほどなるほど。はい、継続。あ、あとさっきのね、質問でね、中華街でなんかおすすめありますかっていうのとかありますか。なんかちょっと市内まで行くのはちょっと、あれですからね。市内、え、横須賀市内ですか、はい、いや、え、どこですか。はい、おっと、あー、ケイタくんとかね、出たー。いやー、しゃべりませんね、あずけ、引っかかりませんね。よっしゃー。あ、すごい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 、はい、さあさあ、お、赤文字ですね。熟知してる。はい、横浜と横須賀って違うのと。そうですね、違いますよ、違いますよ、全然、あ、全然違うんですか。どちらからお越しですかと。どちらからお越しですか。どちらにお住まいですか。どちらにお住まいですか。私、ちょっとご案内NG ワードをかいくぐってご案内しますよそれぐらいならできますよあ、それぐらいならできる。それぐらいしかできません、ね、あ、大名さざみですよ。ざざみ、大名さざみですね。はい、これはね、前回 の, パチスロにもね、出てますよ ね, ね。はい、出てくるんだけど、こう剣が出ても全然チャンスって出てもチャンスじゃないと、まあ、これ自体がもっとでかくなるんだけどね、うん、あー、なるほどね、はい、全然違うじゃんっていうね、横浜と横須賀ね、関西からの順、道順教えてくださいと。関西から遠いなとりあえず新幹線乗ってください、ね、新幹線乗ってくれと、はい、東名乗ってきてください。あ、東名ね、高速道路で、ね、乗ってきてください。それどこで降りればいいですか。だから黙んないで、黙んないで、黙んないでちょっと押しますね、行きますよ、はい、あー、ダメ、はい、緑中華街の近くにいいデートスポットってありますかと。あ、デートスポット、何ですか、何です ですか。山下ありますよ山下って何、人の名前ですか。いや、違います、山下ですよ。山下がある、山下ある、山下でちょっと分かんない、分かんないんですけど、だってそれでその下言ったらこっちも使っ前使ってたからまたじゃない俺も。ああ、なるほどね、確かにね、分かりますよ。山下があると、言ってみた、いやいやいや、一回言ってみて、一回言ってみてください一回ぐらいで、こう、こう、山下こう、山下湖、山下湖だ、地湖よれ、山下湖が、山下湖、地湖よれっつよ山下湖は地湖よれっつ、ルーブ買ってください、あ、旅行ね。モサンアズケンさんはタバコを吸いますか。何歳から吸い始めましたか。あ、あおり聞いてないですよ、この人
ええ、タバコですか、はい、タバコはそうですね、法律で決まってる通り法律守りって言ってましたよ。はい、あとけんさんは僕はもうあの一切もう手つけたことないです。あ、一切吸ったことがないと、はい、小学校6年生です法律やめてめちゃめちゃ早い。あ、赤堀に赤背景ということで、モスさん今これチャンスですね。チャンスですね。はい、これ2つパキン行けばいいですよ。あー、1個だ多分、多分ですよ多分。さあ、誰を討伐すればいいんですか。あー、ドドブランコはちょっと厳しいかな。マンドリルですね。赤堀でもそうですか、ね、あずけんさんってさ、変なところで気が回るよね。それを奥さんにしてればてん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 。そうですよね。そうそう、そういう気遣いがね、あればね、今頃ね、気遣いはしてたんですけど、気遣いはしてたんですけど、まあただ遊んだだけなんですけど、すいませんでした。自分が悪いだから。あ、自分が悪いね。自分が悪いだから。そうですね、気遣いとか、それダメですよ。あー、残念。聞いてください、ダメですよそれ。こんばん、和骨、こんばんは。こんばんは、こんばんはです。横須賀小さい時住んでました、懐かしいということでね。そうなんですか。遊びに来てくださいよ、じゃあ。遊びに来てくださいね。あと、キコーナー横須賀店、キコーナル横須賀店ということで。はい、キコーナルの方は低価値専門店、ね、はい、はい、キコーナが、4パッチ、20スロと、はい、いうことなんでね。ぜひとも、遊びに来ていただいて、あずけんとね、モッサンをいじってあげてください。そうですね、寂しくて死んじゃいますから。そうですね、いじるとこ間違えない。ダメだぞ。何、どこいじられてる。ダメだぞ。横、あ、危ない、横、危ない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 。いいよ、横須賀はですね、はい、あれですよ、まあ、米軍基地もあります。あ、米軍基地ありますね。有名な食べ物もね、ありますよね。あれまたそんなの。有名な食べ物、横須賀といえばってね、ありますから。有名、言ってみてください、言ってみてください。あれですね。何ですか。マグロ。マグロ、あ、マグロ有名なんですか。三崎のマグロって有名ですね。三崎、はい、港って、あれ横須賀なんですか。そうですね、多分チリがおかしくなかったら、じゃ あマグロも食べに来てもいいんですね。全然、あれものすごいボリュームでありますよ。いいですね、はい、観光がてらにマグロも食べれるっていうね、はい、なんかツアーもあるみたいですね、夏ぐらいとか。あ、そうなんですか、はい、じゃあ今度ぜひそれツアーしましょう。そうですね、あ、いいですね、ツアーしましょう、ツアーしましょう。そうです、なんかね、ツアーしましょうっておかしいですね。なんかいいんじゃないですか、こうみんなでツアー、あの、ね、マグロ食べに行く、ね、あ、いいですね、あ、いいですね。そのぐらいだったら、はい、1、2時間で、ね、そう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 、おさんはマグロですか。自分どちらかっていうと、そうですね、マグロっていうよりは、サーモンですかね。マグロよりサーモン。意味が分かんないですけど、レモ取りって何、何、意味が分かんないですけども、そして誰も聞きたくない、そんなこと。おっさんのマグロ状態なんでね。誰も聞きたくないです。聞かないで。うん、まあでも、頭薄い人は性欲強いって言いますからね。そうですね、めちゃめちゃ強いですからね。お、お、何ですか、チャンスですか、来ましたか。なんか来ました、めちゃめちゃ強いです。あ、でも終わっちゃった。なんだこれ。いやいや、なんで。なんだこれ。火遊びしたんですね。どんな火遊びしたんですか。そうですね、いや、もうこれ言ったらもうひどい人間だと思われるでやめます。はい、マッコー、こんばんは。おはようございます。お願いします。ビビりながら横須賀言うなしとね。そろそろ NG 増やそうかと。あ、どうですか。いや、しますか。まだいいんじゃないですか。まだ早い、まだ早い。じゃあもうちょっと待ちますか。そうですね。気候なの、はい、気候なの、どういうことだな。30分経過してるけど当たりましたかと。あ、すいません、まだです。あ、さっき当たっても、当たってクリアしました。いや、全然当たってない。当たってクリアしました。全然当たる。なんでそういう、すぐ当たる。当たる気配はね、ちょろちょろあるんですけど。そうそうそう、熱い、まだ当たってはいないですね。すぐ当たりましたね。すでに NG2 つバレてるから言わないでしょうと。あ、そうですか、じゃあ1個だけ足しましょう。2つ、2つ分かんないな、なんだろう、なんだろう、そういう、じゃあ1つ足しましょうね。なんだろう、2つ、本気で言いたくないですからね。あ、分かった、猫だな、NG ワード。猫、これなんか言いそうだな。よし、これ行こう。
いいえ、どんどん喋ってくださいね。生放送中ですからね。ああ、そうですね。喋ってくださいよ。ちゃんとね。そうですね。はい。ね、フナシーって横須賀出身なしと。だからたまんないね。そこはさ、二人で沈黙するのやめて本当に。そこは、そこはフナシーのモッサンが言うべきだよ。それはどういう意味なのかな。いや、要はモノマネでね。あ、モノマネでね、でしたもんね。いいよ。フナシー。何が？フナシーどうしたらいいですか。フナッシーどうしフナッシーってどんな喋り方するか知ってます？モさん。フナッシー会ったことないんでわかんないです。あ、わかんないですか？テレビとかで見たことないですか？いや、テレビないんですよ、うち。ああ、なるほど。はい、じゃあ自分の想像するフナッシーの、はい、想像して喋ってください。フナッシーですよね。いや、顔はわかるんですよね。顔はわかる。どんな喋り方するのかちょっと真似してもらってもいいですか？自分の思う通りでいいんで。事故が起きるぞ。事故が起きるぞ。事故が起きるぞこれ。危ない。事故るぞ。モさんどうぞ。よ、はい。おだから言ったのにもそうなるって分かってたのにも。フナッシー、おーっていう。もうね、モさんのモノマネ以外もう事故る要因じゃない。分かってた。なんて言うんですか。そら預けさんできますよね。あのね、高い、そうそう、声高い、声高い、あ、うん、これね、でもね、はい、言った瞬間に罰ゲームっていうあれもあるよ。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫、どんどん言ってください。ちょっとプシャッ、プシャッとか言った時点で俺アウトって言われたら俺もうどう言われないよ。俺も真似しろって言われたのに。あのね、あの火曜の、あの放送であの店長が真似してますから、ぜひあの録画見てくださいね。誰ですか。アベヤンがフナッシーのモノマネやってるんで、で、まあ、過去の録画をね見返していただければ、まあ、相当クオリティ低いと思うんですよ。間違いなく、間違いなく、あ、お堀湯だもんな、これな。猫じゃなくてアイル、あ、そうね。あずけん、いつもの言っとこうかと、キコーナのアイウェイを作文。何何だったの。いつもの言っとこうか意味が分かんない。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってください。お、あれか、顎出てこなかったの。あ、なんか AC 吹いた。ケイト君、はい。これ赤になるんじゃない、これ。さあ、どうですか。あ、そうですね、今緑保留。そう。いや、青から。今2階ですよね。はい。青から緑になったんですけど、うん、はい、あ、アイル、アイルーマン、アイルーマンです、はい、あ、緑ホリュー。これもう一回行きますから。もう一回来る、レインボー、はい、さあどうだ。来ない来ないですね、はい、ね、これでもまあまあ、大船出身でも船市になれるねと。うまいこと言いますね。なるほど。アツロクさんは散歩、はいはい、散歩好きは、知ってるんですが、お二人はどんなところを散歩してるんですか。あ、散歩ですか。ちょっと待ってください。散歩、散歩好きなんですか。あ、私、あの自分の番組、あつ散歩って番組やってるんですね。いろいろやってますね。はい、まあ、全然散歩してないんですけど。ダメだよ。ただ立ち回ってるだけじゃないですか。なんで散歩って、自分の番組あつ散歩っていうんですね。そうなんですね。お二人どういうとこ散歩に行かれるんですか。好きなんて言ってないですけどね。好きなんて俺言ってないですけど。おっさんどこ行くんですか。大体まあ横須賀の至るところはね、至るところ、ね、まあ、市内をね、散歩してます。ミサキなんかはね、マグロ食べに、ね、あ、マグロ食べ行ったりしてるとね、行ったりしたことはまだないですけどね。あ、まだない、行ってみたいですね。いや、散歩してないじゃんそれ。あ、この間温泉行きましたよ。あ、それ聞きました、さっき。何回言う。あずけんさん、あずけんさん散歩、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 いや、しないです。散歩しない、散歩しないって。会話広がらないから。サイクリング、サイクリング、サイクリング。待って、サイクリングね。6回来たでしょ、サイクリングだよ。からしを出した人はどこかの店長さんなんですか。そうですね、そうです、そうです。店長さん、何店の店長さんですか。どこですか。あれは大仏。どこ。アウトー。はい、来たー。ほら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 、そうきたか。はい、マスさんアウトですね。はい、じゃあね、表出てください。表出ろ、表出てください。対応早いな、何その、ちゃんとそういうとこ埋めてくるの。早いな、爪が。何素晴らしい大仏、何か持ってる。何持ってる。何持ってる、これ。どうだ、ケツ、ケツ、あ、ケツ、ちょっと待って、ケツね。はい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 、
あなんかこう抜ける感じがね野球部ですからねいや骨はいじゃあ行きましょうね彼野球部ですから早 く, 早くモンスター打ってください、はい、早く当てないと時間ないですよ、早く早くこれその実はこれもしかしてちょっとおちょっと熱そう、はい金爪で金爪金爪金爪出てきました本当ですか、自分の目がおかしくなければ、はい、だいたいおかしいですから、うん私はケツが熱いです、ね、ほら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 あれ聞いてない継続これもういったかなこれえ、うん、いったもう当たっちゃううんお、うん、さあ疑似さんですかこれであはいこれで疑似さんですねはいいったかもしれないですわちょっと心なしかあのアイルの顔がちょっと笑ってますもん何を言ってんすかりますアイルの顔が心なしか笑ってたと笑ってますよいつも笑ってますよわほら金文字ガンガラスわし以上やつだっていいわおお金文字これはもらったでしょう、はい赤もっさん広島の名物ってなんだっけあ広島ええ、広島って言ったらあれじゃないですかね何ですかあの、ま、か緑かラーメンとかあるじゃないですかああ、ね、尾道ラーメンね、はい、有名ですね、ええ、はい、大仏いいスイングだとねあずけん今日おとなしいなおとなしいじゃないです言わないようにしとくだけですいや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 、広島の名物、ええ、言いますよあ、何ですか何ですか何これ何振り牡蠣牡蠣、うん、牡蠣有名ですね、おい次言ってみ次言ってみて広島もう一つこういう丸いのあるでしょこれ丸いのあ丸いのあるでしょ言ってみてもじゃもじゃなやつほらあーありますねありますねもう好きなやつこれダメじゃないのこれえドドブランコこれまずいやついやもういっちゃいましたいや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 金文字でそうですね本当にあこれ今本当に本当にうわマジで、外れちゃうんだすいませんあれ間違えました金じゃなかったですいや金でした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 ちょっとやりすぎですよ、うん、ちょっと当てましょうよ当てないとかちょっとまずいこれいい加減に2時間当たんないとかやめてくださいよこれ引きの悪いのがあれなんでこれ、もしかしてやっちゃう感じなのやっちゃう感じ今日と話しても舐めるからですよ引き弱って言われてますよ、あ、NG これ追加してほしいとじゃあ45分だったらこれ追加しましょう何もうちょっと何いいですよ横須賀店の、パチ全然当たらないやんとこれは行かないで OK やなといやいやいやちょっと待って待ってまだ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 時間ありますから、まだ時間はねありますからねはいこれが当たる何が当たらないですかえ何が当たらないですか横須賀店の何がパチあああ全然そんなの全然いやいやいやよく考えてください、ええ、今当たらないってことはこれは悩みどこなんで、ええ、明日ちょっと俺頑張んなきゃないなと思うじゃないですか普通はなるほどね、はい、こんな当たんない台だったらねお客さん楽しめないんじゃないかってねそれはいかんですよ、それはいかん今日の夜に修正かけなきゃいけないそうこれ、それはいかんですな、いかんいかん、はい疑似さんそんな熱くないし赤堀を普通に外れるよとそうなんですね、優しいコメント、優しいですねあ、赤だそう言ってたらおっさあモッサンはモッサンもバトルバトルですね、丸保留です、遊撃砲ぶっ飛ばしたいぜ、ね、はい、はいはいはいまあまあまあここモンハンの方はどうですか人気の方はモンハンの方は人気はいいですよ、ね、人気はあると、はい、ありがとうございますはね、まあ200分の1ですしね、まあ、触りやすいっていうのはありますよね、はいうん、ただちょっとやっぱり辛いかもしれないですね辛い、うん、あ台自体のスペックが辛いですね、あずけんはなーって優しいコメントは求めてないディスられるのに快感を覚えてるんだからだってそういう風なのそうなのそれおかしいでしょこれ 金になったらいいのかなこれ並んでならないですね、あ金があるんですよね肉焼いてます 上手に焼けますかあー上手に焼けましたね私そのさっき始めしましたからねあー字がでかいあれなんか青青赤おわい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 なんですかこれは背景じゃないですか背景これカジキマグロだからダメなのかなこれ変えようかなこれあ持ってるものが悪いとねどうなのこれ
だ、はい、今度激辛チキンの差し入れ持ってきますね。あ、あ、嬉しい。お待ちしてますよ。ありがとうございます。嬉しい、ね、待ってますよ。いい、待ってます待ってます、ね、皆さん本当に待ってますよ。本当に待ってますからね。そうですね、大好物ですからね。はい、まあ、あの暇してるんでね、二人ね。ね、そうですね。意外と仕事してますね。暇してるんでね、ぜひ来てください、本当に。なんだろうな、お、誰ですか。発展じゃ、もう赤とかいかないですよ。あ、敵がちょっとダメ。うん、緑かといいね。てかさ、マジレスすると初当たりもこんなに遠いのに ST50% しか入らないんだろ。打たなくて OK やんと。いや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 、そんなね。まあ、でもなんか出るときすげえ出るんですよね。一撃性あるんですよね。ありますね、今回。ね、そう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 、そうなんですよ。一撃性はありますね、うん、見てても。そうですね、うん、なんだろうな、これ。はい、あ、45分になった。NG ワードですか。いやー、なんだろう。え、はい、ちなみになんですか、NG ワード。え、いや、言わないでしょ、それ。それ言わないでしょ。そういうこと言ってたら、もう言いそうなやつバンバン書いちゃうよ。やめてください。いやー、もう、どうなんだろうな、これ。はい、まあ、これ、一回ね。これ、さあ、多分すぐ出ちゃうから、これ一回ね。はい。マジで、そんなの。何、さあさあ、ほら、喋って喋って。さあ、で、いや、おかしい、おかしいだろ、それ、その言い方。何だその、片言のそれ。もうね、さっきのカラスで体熱いわね。もうケツ叩かれてケツ熱いわね。お父さんも明日温泉行くんですか。あ、そうですね、ちょっと足きれいにしてこないでね。あ、足きれいにね。だから本当、最近どうですか、足臭いって言われてます。いやいやいや、言われてるじゃん。めちゃめちゃ言われてるじゃん。靴、靴買いました。新しい靴は。靴、まだですね。あ、まだ。いや、でもだ、根本変えなきゃ臭いの治んないじゃん、だって。そうですね、もう靴が臭いんだから。アトロクさんの話見るわけじゃないですか。何ですか、今何て言いました。はい、今何て言いました。何ですか、今何て言いました。今ちょっと預けさん、今私の名前呼びましたね。そうそう、言いました。はい、アウトー。何、もそんなの。正解。はい、じゃあね、ちょっと表出てください。表ね、あ、ちょっと待ってください。今大事。青堀、青堀。和骨、こんばんは。この台結構、派手な音鳴りますねと。そうですね、鳴るんですよ。はい、あずけんさんアウトなんでね。辛い辛い、ちょっと出てください。辛くないでしょ、まだ食べてないでしょ。何もしてないでしょ。食べてないでしょ。さあ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 、じゃあ行きましょう行きましょう。行って行って。はい、じゃあ表出て、表出て。はい、じゃあ画面ね。なんで画面切り替えましょう。はい、そんな塩。いや、ちょっとちょっと待って、ちょっと待ってね。さっきより言ってますね、これ。え、なんか、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、からし、からしのついたビスケット。いや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 、そんな本気で嫌な顔して。はい、ということで、NG ワード言ったので罰ゲームをお願いします。ちょっともうちょい上、もうちょい上上、うん、そうそう、はい、はい、お願いします。くさくさな、うぅ。はい、はい、食べて、はい、食べて。なんか出た。出てる飛んでる飛んでる。せっかく掃除したのに。ダメダメ。はい、ということでね、じゃあ、はい、席ついて、席ついて。あ、もうさん、ちょっと出てください。はい、はい、ね、はい、ということで、あ、全然平気そうですね。です次、倍ぐらいで、倍ぐらい、倍ぐらい。次、倍、次倍だね、これ、次倍だね。はい、ということで、遊戯の方ね、行きましょう。そうですね、ちょっといい加減ね、引きたいですね。いい加減当てましょうよ、もうね。なんとかね。あ、どうしたんじゃ。はい、よかったかな。見ないで、あずけんさん見ないで。カメラ見ないで。なんか喋ってくださいよ。じゃあね、さっきのね、NG ワードを消して、これすぐ出ちゃうからね。新しいの入れますね、新しいのね。はい、はい、これも出るな。1回、はい、行きましょう。はい、
アズキャント、こんばんは、こんばんは、ST 突入確率がマックス台をなんで打ってるのと、まあね、ST 突入率はまあ2分の1ですからね、はい、約400分の1ぐらいになっちゃいますからね。そうですね、まあまあ、はい、ちょっとまだ打ったことなかったんで。そうですね、まあ、パチンコもね、あの街道目視力では初の。そうですね、まあ、今出てる寝台で一番、まあ、皆さん注目してるのかなって思って。そうですね、はい、はい静かにしてもらえばうるさい静かにしてはい、それを NG にしちゃうと、まあ、すぐ出ちゃうんでね、1回しか使えないんですよね、すぐ出ちゃうやつね。そう、大仏預けの扱い方分かってるよなとね分かってましたね、はい、被弾のアリア打ってほしかったなと。ああ、そうですね、うん、あれもあれは自分プライベートで打ちましたけど。あ、プライベートで打ったと、はい、面白いですか。面白いですね、やっぱり出来がいいですね。出来がいい。じゃあ被弾のアリア打ってきますんでダメでしょダメでしょ、当たってないのにまだモンハンもどうしたんですか、からし食べておかしいんですよ。からし食べたらね、なんかちょっとね、はい、咳ばっかしてますね、もうね、本当にね、体調だけにはね、気をつけてくださいね、お二人ね、NG ワード言わないように、ちょっと頭痛くなってきますからね今もちょっと頭痛いですはい、大人の街道目視録なのだから辛くても大人の対応しろよと、うん、リアクションするなってことですかあ、そうね、大人は咳込んじゃいけないですか。もう何ですか、大人は咳込んじゃいけない。アウトー。何もそうか、アウトー、アズケンアウトー。おー、はい、はい、大仏さん準備お願いしてもよろしいですかね。はい、だいぶあれじゃないですか、はい、もう、だいぶあれの、NG ワードに慣れてきてましたね。ちょっと自分たちの行動ボタン読んできてますね。はい、怖い怖い、ね、あれ、ぎ、はい、大仏さん今度色変わりましたね、大仏さん色変わってますよ、これはい、はい、ということでね、今回は、ケツバットですかね、これね、はい、いったー、いい音だすげー、振り抜くなはい、ということでね、はい、じゃあまた席に戻っていただいてもよろしいでしょうか。う、ね、はい、すいません、サクサクいきましょう、サクサクね、ツヤっぽい声出ちゃいましたすいません、痛みが痛みが好きになった怖いよ、ツヤっぽいツヤっぽいじゃないか、はい、ちょっと早く当ててくださいよ、二人、取れない、取れないねえ、当たるとこ見たいんですよ、ちょっと本当ダメだね、これ、プレミア引かないとダメですね、ちょっとね、罰ゲームばっかやってるとちょっと台打つ時間なくなっちゃうんでね、そうなんですよね、ちゃんとね、はい、気をつけながら当てる、早く当てる、 NG ワードが際どいんですよまさかそんなとこ来るとも笑いじゃないですかどんだけ上手いんですかプロですね、いやプロですよ、上手い、やべえ、わらわらアンって言いそうになっただろう言いそうになってない、言いましたちょっと感じ ちゃいました、喜んじゃった、ちょっと大人の街道も大人な、大人ですからね、大人ですから、ちょっとツヤっぽい声出しました、そうですね、大人になっちゃいますよね、誰が見たいの誰が聞きたいの当たって勝つ ST 入んなきゃねと、そうですね、 ST まで入れたらまあ400分の1というところですからね、 ST 突入っていうところまで考えるとね、はい、ちょっとこれ本当にいけない、いけない絵になりそうですよ、これまずいですよ、まずいですよ、2人で打ってるんですから、どっちか当ててくださいよ、早く、そうですね、いいかげんね、はい、何世界になってんのからしでやれ、はい、からしでやられてる、ね、で喋ってないじゃないの、そうですね、そうですか、そんなことないですよ、2人とも今のところ2回ずつねNG 言ってますから、はい、もう次何来るのかっすよね、そうですね、あ、咳が止まんない、咳が止まんない、はい、すいません、見苦しいとこで、でもさっきのが鼻おかしいです、うん、大人の対応します、すいません、あ、大人の対応してください、はい、はい、まさかの当たらない水曜日って面白くないの、いや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 、
そうなった場合はちょっと、まだまだね、夜は始まったばかりですよ。そうですよ、まあもうすぐ1時間ですけどね。暑いねこれ。結構経ちましたね、もう1時間経ってますよ。暑いなこれ、あっという間ですね、ちょっと暑い、なんだろう、暑い、あ、これ暑いね。保留4個目は当たりやすいんですかね、と。まずここで、あ、どうなんですかね、4個目で赤とかだったらいいんですかね、あ、そうなんですか。おい、圧力判定しっかりしろよ、 NG 言ったのにするかよ、マジで言ってた、言ってた、え、何、言ってない、言ってた、言ってない、言ってた、あ、すいません、じゃあ今回ちょっとすいません、私全然聞いてこなかった、そうですね、アウトー、アウトアウト、俺俺がアウト、俺がアウト、いや、その分、今回モッサンが、モッサンがね、え、どういうことですか、いやいやいや、そこは進行があるんで、進行が、いやいやいや、じゃあ最後にアトロクさんをね、あ、最後、最後私、じゃあやりますかね、はい、股間キックですね、辛子であえぐあずけんさんって言ってね、辛子であえてますね、いやもうなもうね、マジよ、圧力も悲しい、罰ゲームで命かけてるお店もあるんですが、とね、命かけてる、圧力罰ゲーム、そうですね、はい、じゃあ最後にやりますんでちょっと待ってくださいね、あの進行しないといけないからね、そうですね、彼が何を思ってくれたですね、はい、見たい見たいですね、やっぱり、じゃあ次の罰ゲームの時、はい、一緒に私もやりましょうかね、ごめん、どこ痛いですか、え、ひ、肘、なん、肘、なん、何よくわかんないですけど、なんか痛い、痛い、なんで、からし、からしのせい、あ、あとですね、はい、なんか私、閉店前にね、はい、お店にいつも来て準備してるんですけどね、はい、なんかブログかなんか始めたみたいな、あ、そうです ね、話聞いたんですけど、はい、あれ本当ですか、両方ともやってますよ、やってますよ、あ、本当ですか、はい、ブログのタイトルって何ですか、スタート、そうですか、え、ブログのタイトルですか、だから黙んないで、黙んないで、黙んないで、本当に大人なんて頼む、何でも、大人、アウト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 、アズケンアウト、一回じゃないんだ、何でも日記ですよ、一回じゃないんだ、あ、じゃあ私もね、これ一緒に受けますからね、何でも日記ですよ、おかしいな、本当にもう何でもやりますよ、じゃあもうな、私も何でもやりますよ、もうね、ちょっとね、ちょっと待ってください、これね、みんなが映るようにね、あ、じゃあ最初行きましょう、最初、じゃあいいっすよ、もうやって、はい、あ、そっから行くんですね、さあ、頭、いいよ、あ、じゃあね、私もね、私も引き続き行きますから、それでいいっすよ、はい、あ、ちょ、メガネ危ないんでね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 、行くよ、いいよ、いいよ、何タイミングずらしてんの、タイミング、何でタイミングずらしてんの、悪いな、本当に大仏、痛いわ、もう目に入ったから、早く席ついて、もう早く当てて、当ててもう早く、目にこれ早く当てて、目にブリンブリンとしたのがピッて目に入ってた、はい、もうね、当たんないとか本当放送事故だからね、早く当てて、うん、はい、モッサンが全然こうビビってね、モッサン全然しゃべんない、言わない、しゃべんないもん、そんなことないでしょ、割りかししゃべってますよ、何このタイトル何なのじゃん、タイトル、タイトル、この番組名何なの、何なの、アダルトですよ、アダルト目白何言ってんだよ、何言ってんだよ、あ、これは面白いな、ありがとうございます、大人は言っちゃうよな、フェイントだいぶそろそろタイキックがデスソースでもいいぞ大仏行ったの誰え、いや、行ってないですよ、いや、いや、圧力さんじゃないですか、いや、いや、いや、モッサン大仏行った、アウト、行った、モッサンアウト、その間に私ちょっと打ってますね、ちゃんとね、はい、打っててくださいね、当てないといけないからね、当てなきゃいけないから、ちょっと使命があるね、また来たよ、なんか怖いの、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね、あ、はい、これでも横でやったらね横これ横でやったらね、うん、もっと大仏寄って寄って、うん、うん、そう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 、うん、いいよいいよ、うん、え、いいよ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 、はい、あーでね、大仏さんね、ちゃんとね、
すごいね。デコじゃないって。デコじゃない。デコじゃないって。はい、ということでね。鼻出てるよこれ下手したら普通はデコなんですけどね、普通はね、容赦ない、ちょっと間違っちゃったね、ちょっとね、容赦ない、容赦ない、はい、大仏仕事するねーとねー大仏の人情、次は、またで OK と、あ、またを叩くのね、それはちょっとね、いやちょっとね、危ない、危ないやつだね、ロッキーになっちゃいますね、うん、大仏の人情、大仏、罰ゲーム的には振り抜いた方が面白いぞと、あーなるほど、お、ケイト君、はい、あー引いてはいるんですけどね、うん、もうそろそろ当てましょうよ、そろそろね、うん、なんか来てもいいんじゃないかな、 赤ですね、はい、お、いや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 、そうでもないですか、うん、二言目のコメントがなかったと思う、あーなるほどね、ええ、おお、金色、お、はい、2回目で金ですか、はい、ちなみに、はい、これ以上何や、これ以上何や、これ行きましたかね、もうこれ以上ない、はい、さあどうだ、あずけんさんの台は今すげえ熱い感じになってますよ、ちょっとでも、いやでも上手に焼けるじゃないですか、おウルトラ上手に焼けました、はい、我々の世界ではご褒美です、またあーまたね、この台、何保留くれば当たるんですかと、そうですよね、これもノーマル保留ですね、まあね、一回もまだ当たってないんで何が当たるか分かんない、分かってないですね、すいません、これは大人だからできるのです、子供は真似しないでねと、そうですね、大仏とのお約束だよと、はい、まあ、どうせ単発とかだろう、当たっても、ね、ちょっと待ってください、はい、なんか見たことない人出てきましたよ、お、結構あの強い、お、ほら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 、おおおおおお、ほらほら、これは熱そう、はい、これは、ノーマル保留、アウトアウト、モサアウト、いいよアウトなの、はい、よこれ見てからでしょ、いきますね、はい、おい来ました、ようやく、え、なんかすごい音鳴ってる、はい、モスさん罰ゲームして、はい、あずけんさんの台はこのまま映しっぱなしでいきますんで、片画面でモスさんの罰ゲームはいきます、違う、気持ち悪い、はい、ちょっと待って、はい、今度お馬さんが来ましたね、お馬さんがね、待って、あ、あずけんさん来ました、これは ST 確定ですか、7で当たったら来てる、確定、はい、おめでとうございます、はい、モッサン打って打って、いや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 、パッパラパーカラーシックでもこれだと思う、そこまでね、まあまあそこまで、ね、まあまあじゃないよ、自慢するほどのね、まあ、ね、自慢するほどのモンスターは持ってないですからまあまあ、ね、見たことないでしょ、はい、あずけんさん何保留で当たったんですかと、変わってなかったですね、通常保留、はい、あずけん派手な音鳴ってるなと、鳴ってますね、はい、あずけんに受けさせないとな、やっぱり罰ゲームはと、ね、何、そうですね、今もうちょっと体がなんかもう非常に大事なとこなんで、あ、大事なとこですね、今ね当たってますからね、これ何ラウンドの大当たりですか、え、2ラウンド、え、5ラウンド、はい、5ラウンドね、はい、そして、これ右打ち中に大当たりすると、何パーセントでこう大量デラマなんですかね、こ何、ね、何、分かんないでしょ、分かんないなら分かんないって言わないと分かんないですね、分かんないね、はい、はいはい、じゃあちなみにこれ時短っていうか SE120 回転あるんですけど、はい、この間は何分の1で抽選してるんですか、ちょっと答えて半分半分何でも半分で言えばいいんだよ、全部半分か、あれこれちょっとこれね、でも、ええ、ST の
必勝法がありますから私。あ、ST の必勝法、はい、ちょっと教えてくださいよ。またオカルトですか。オカルトです、これ今100になったら、100切ったらトイレ行ってジュース買ってこなきゃダメなんだ。100行ったらトイレ行ってジュースを買ってくるということね、はい、多分みんなやってますから、はい、一回こう待機画面を出すという、ね、なるほどね。あ、待機画面、はい、あ、それはよく聞きますよね。よく聞くね。へえ、こんな辛いのかなこれ。いや、そんなことないですよ、ST 入れば。いや今 ST 中ですからね。そうですね、ジュース買ってきたらとまるでそのなんか当たらないあの設定ですねこれ。いや、まだちょっと、一回こう。でもちょっと ST 回数が見えないからちょっと名前場所変えますね。そうですね。はい、この辺かな。ちょっとやっぱり変えるんですか。変えますよ。しんちゃんが残ってるね、うん、はい、うん、通常中は3回転で当たったけど ST はスルーしたよと。すごいですねそれ。それはひどい。まあでもすぐ当たればね。そうですね、まあ、投資少なくて済みますからね。遊べますよね、うんうん。デモ出しするのはいいけどそこでへそで当たったら通常落ちたら罰ゲーム2回分だからねいやありますからね。ある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 よくある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 それ、うん、まあ、あるんですわ。うん、よし、ST ってスルータイムの略ですかと。あれ何何なことないです。なことない、うん、そんなことないですよ。そんなことないですよ、うん、しっかり当てますよ。当てますよ。ああ来ないな。モツさんの台は静かだし、アズケンさんはなんかデモで遊んでるし大丈夫かな。見た目のいいものにね、見た目のいいところ、いいとこね、映してるのね。ポロリあるかもしれないないよ、ポロリポロリないよ。それ問題でしょ、うん、ポロリ。アズケンさん、昨日横浜にいましたか。お、あ、そうなんですか。なんで知ってんですか。お、本当にいたんですか。はい、どこに行ってたんですか。いや、ちょっと言えないです、ね、ちょっと言えない、ちょっと言えないところにいました。いや、ちょっと言えないところに。何してたんですか。何して、もしかしてあの、待合室のところで。待合室あー、間違えました。待合室、何と待合室。待合室、まずいでしょ。間違えた、間違えた、間違えた、もしかして、ええ、え、あー、はい、スルーの頭文字は T じゃなかったっけ。あー、和骨です、こんばんは。おらすー、スルーザタイムで TT。 あー、石鹸かサウナか、うん、うん、と。おぉすごい。あ、全然興味ないですからね、そういうの全く興味ないですから。そうですね、あの、基本女性に興味ないんで。女性に興味ないんで、そういうとこは行けません。あ、そうですね、はい、あまり行かない。全然行かない。あまり行かないって。全然行かない、興味ない、はい。はい、静かになってんね。もうね、なんかもうからし食べてね、ボコボコいなくて。ちょっと預けさん頭かぶるんでね。あ、ちょっと危ない危ない危ない、頭かぶるね。ちょっとこれ、ちょっとまた静かになってきたなこれ。うん、これ、はい、あ、女性用の方ですね。女性用の方、女性用の方とかあんの。すいません、そうです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 ね。まあね、そしたら男性が接客してくれるってことですかね。まるで、ごめんなさい、本当に行ったみたいな感じになったけど行ったみたいな感じなんですけど、面白いんでいいんです。それで進めたい。それでね、その手で進めたい。興味がない。興味があるから嫁に逃げられたんだろうと。まあそうですけどねありありですよ。ありあり、ありありね。もう、うん、もう大好きですよ。わかりましたよ、もう女の子は大好きですよ。女の子は止まらんですよ、もうブレてきた、キャラがブレてきた。キャラ、キャラ、キャラブレてきたね。大好きでしょうがないですよ、本当に。ちょっとこれあと44回です。気持ち、気持ち、さっきそれ外れましたね、大丈夫ですよ。でもぎじりなんでね、まだ、開き直った、たまらんですよとね。あずけんは大仏の心を持ってるな、白目持ってない、持ってない、持ってない持ってます、持ってない、持ってます。横浜にあからさまな看板があって思わず写真を撮ったのはいい思い出と。あ、そういうお店の看板かな。 あったんですね。 ありますからね、あります、あります。ラージャン、ラージャン、もう緑保留でラージャン、モッサン、これはもらったんじゃないですか。ね、星3つ、うん、ね、赤文字。ラージャンといえばね、前作のパチスローではね、はい、すごかったやつですから。私、2回引いたことありますよ。お、何ゲームだったんですか。何ゲームだったんですか、ラージャンで。言えません言えない言えないぐらい。どんなだったんですか。
朝一番の2000円で弾いて、うもうホールの中プルルルって音鳴ってるんですけど、うん、後ろで2人ぐらい見てたんですけど、おうおうおう、あまりも残念なここですよ、ここ。あー残念、ラージャンに負けるとかないわこれ、ラージャンって確か暑かったよなと、まあ暑いっすよね、はい、うわ外れた、うん、ジュース買いに行かないからダメなんだよ、預け、うん、もう買いに行って、いや俺ほんで買いに行ったってあれじゃないですか、じゃあ今度 パチとスロ好きなキャバ嬢をお店に連れて行こうと、あ、パチとスロ好きなキャバ嬢をお店に連れて行こうと、あ、ぜひ連れてきてください、ぜひお願いします、お願いします、お願いします、本当にお願いします、本当にお願いします、切実じゃないですか、めちゃめちゃ切実じゃないですか、頼み込んでるよ、いやもう来たら嬉しいじゃないですか、嬉しいですね、もうおっさんどんだけ弾きないんだよと、いや本当ですよ、何ですかこれ、うん、ああどうしようこれ、どういうこと、これ、あずけんさんは今 ST 中、 ST 言ったアウトじゃないの、アウトあずけんアウトでしょ、アウトでしょ、俺もう言ったもん自分でさらうよ、わざと言ったからね、わざと言ったからね、はい、まあ、これちょっと休ませるためにね、はい、じゃあね、罰ゲームいきましょう、はい、何これ、こんなあれなの、これ明日これちょっと考えなきゃダメだ、これそうですね、お客様のために考えなきゃダメだよ、考えダメだって俺思ってるほど、結構なあれだからね、大したもんついてないでしょ、ちょっと待ってよし、ちょっと待って、ほんとマジ気付けたよね、ほんとに俺横向いたもんこれをいやちょっと待ってよ、本気で、いやーこれは痛いな大丈夫ですか、あー面白い、あらあどうですか、あらららら痛いでしょ、はい、じゃあ席に戻ってください。具合悪くなっちゃう。でもこれでね、当たるかもしれないからね。時間空けたからね、これ、うん。そうですね、ちょっとジュース買いに行ったぐらいの時間、ね、そう、ジュース買いに行ったぐらいの時間になったからね、これね、うん。当たるかもしれない。呼吸がおかしいよ、今の。呼吸がおかしい。ちょっとね、おかしくなっちゃう。こんななんだろう、もう中からも外からも、はい。いじめ抜かれてる。すいません、ちょっと、いきますよ、はい、これちょっとこのままいったらちょっとこれまずいな明日考えなきゃダメだこれ、ちょっともうさ下がり気味でね、あ、はい、うん、あごめんなさい、これちょっと明日考えなきゃダメ、これ明日考えなきゃダメ、ダメだこれ、あこんなんだったら、うん、了解、うん、わざと言ってるが言った後に気づいたんだろうとわざと言いましたよ何やろ、おっしゃいますか、やめとけ、預けにキャバが食べられるからとね、誰だ可愛い系と美人系どっちがいいですかとで、そのなんかニヤニヤするのやめてもらっていいですか、本当に、どっちでもなんでちょっとボソッと言うんですか、やっと戦いに入りましたよ、戦いに、はい、あ誰もいないわ、これもわ、はい、プレデターですよ、赤字、はい、赤字欲しいっす、うん、うわほら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 、あれ単独は一番寒いかな、はい、単独、はい、馬おもろいぞと巻き棒ね、僕のことですか、はい、単独は、やばいな潮不能わらわら上がったかキャバいけないねと、さあどうだ、あーだねー、どっちでも大丈夫ですよ、はい、どっちでもそこの方が大事、そっちの方が大事だから鍛冶屋で鍛えられてる感じですね、うん、あの馬は元戸塚店長ですかと、おあいやいやいやね、それはどうでしょうかね、はい、なんかニヤニヤしてキモ…てんてんてん、嫁に逃げられたのが分かる気がする何がキモいって、いや、何、そういう話されたらね、嬉しいに決まってるじゃないですか、私だってそうそう、ディスられたいんですね、男は誰もそうなもんですよ、あずけんこりゃ、横浜行かなきゃなと、行きましょう行きましょう、横浜ね、行きましょう行きましょう、一緒に、うん、一緒に行きましょう、はい、もうちょいこっちからですか、行きましょう行きましょう、はい、はい、この間
あれダブルダブル、うんうん、これ最後ゼロですよ。もう行くわけないですね、うん、そんなね。ヒットを単発で抜けたということでね。はい、672ゲット。お疲れ様でした。すいません、ちょっと交換でお願いします。もう帰るの？はい、ね、まあね、ちょっとこれ明日気をつけますんで、明日これちょっと、ね、明日これちょっと、明日見てください。はい、はい、じゃあお客さん来てください、本当に。はい、来れたら、もうちょっと遊び来てください、本当にね。ちょっともうこれちょっとお客様にこれダメですね。はい、モンスターハンターって何台あるんでしたっけ。こんなんじゃ何台あるんでしたっけ。セブンです。セブン、モンスターハンターは7台ございますね。はい、これはもう二度とモンハン打たなくて OK だろうと、ね、いやいやいや、ちょっとだからちょっと来て打ってみてください。これちょっと変えます、ね、画期的にしますね、画期的、あ、うわこれちょっとな、いや軽いな、え俺平塚で単発スルーで即交換した後、あ、平塚店でね、打ってね、ありがとうございます。これはモンハン打てないわと、まあ、渋いね、コンテンツ的には面白いんですけどね。そうですよね、本当、うん、被弾のアリアの方が良かったんじゃないか、うん、そうですね、被弾のアリアはいいですよ、可愛いからね、うん、敵もしっかりしてますし、預けんアリアに移動してと、可愛い系ですね、うん、綺麗系と可愛い系、モンスターどっち好きなんですか。自分ですか、うん、どちらかって言ったらどっちでもいいですかね。まあまあね、女性ならね、まあまあ一緒ですかね、同じ生き物ですからね。NG 追加、ST 抜けたから NG 追加かと、わかりました。じゃあ1個追加しますね。わかりました。新しいな、そういうシステムなんか。そういうシステム。長すぎな。何がいいかな。何がいいかな。そんなに選べるぐらいいっぱいあるんですか。もうこれ NG にこれ今度女の子とか言うてたら俺もう絶対もう言えなくなっちゃってね。俺の先輩特許、先輩特許がなくなるところで。先輩特許じゃないでしょ別に。はい。絶対もそっちに持っていこうとするね。すぐそっちに、モンハンは今回両台とも不評、あれかな、パチンコもパスローもスローかな。そうですね、あずけんカメラが移動できるんならアリアにマジで移動してよ。おお、アリア、アリアに移動、ね、アリアってどこにあるんですか。アリア隣にあります、はい、隣遠いですもん、隣遠いかな、はい、まあ行けないことはないですけどね。そうなんですね、結構距離的には、うん、店舗の真ん中の端っこですね。真ん中の端っこ、はい、中央通路の一番奥です。あ、モスさんのお店。そうです。あ、絶対無理、はい、絶対無理、すいません、ごめんなさい、距離的に無理、うん、向かいとかにあればね、すぐ移動できるんですけど、距離的にちょっと無理。すいません。あ、すいません。モスさんの店とか無理だろ。そうそう、隣のお店だからね、それちょっと無理だね。謝ってばっかりですよ。すいません。アリアはどこも満席、モンハンは通路。ああ。でしょ。アリアいいでしょ。そうですね。行ったでしょ。あずけんさんもうちょっとね後ろにね、あ、そうじゃないね、映っちゃうからね、すいませんばっかりですよ、あれですか、奥さんにそのバレた時もそんな感じだったんですか、やっぱり、すいません、すいませんみたいな。いやいやいや、そんな感じじゃなかったです。あ、そんな感じじゃない。いやでもこれ自分やったらひどい男で、ひどい男になるんでやめます。いやいや、ひどい男じゃないですか、もういいですよ、いいですよ。いやもうほんと、ほんと、ほんとまずい、ほんとまずいぐらい聞いたら引きますもん、ほんとに。もう多分見てくれないですもん。もう引いてます、ね、最低だなって言われます、多分。なんで言えません、すいませんけど。来週アリアして、あずけんと。あ、はい、わかりました。あ、いいんですか。はい、そんな簡単にアリアでいいんですか。はい、来週。いいかもしれないですよね。うん、うん、いいんですか。いいですけど。あ、いいですよ。いいですか。まあ、カメラが行っておけばですよね。あ、いや、いいですよ、本当にいいですか。最初からセッティングしてなら、まあ、全然できますけど。行きますよ。はい、アリア。はい。はい。可愛いですしね、あの子ね。はい、うん、ちゃんとアプリ登録してね、うん、やったあと、じゃあ来週はアリアで決まりですね。わかりましたよ。はい、じゃあお願いします。はい、そしたら来週頼むわ、やったあとね。いや、コミュニティ登録ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、あと元嫁じゃないですよ、大丈夫です。
丈夫です。いや、それでも大歓迎ですよ。もう寝てるから、はい、あとね、13人増えるとレベル1上がるから、皆さん13人、あと13人ぜひお願いいたします。そうそうそう、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ニヤニヤしながらアリア打つ預けが想像できる。いやいやいや、そうですね、はい、可愛らしいです、はい、あれなんですか、パンチラアクションですよね。ないですよ。ガンチラ、ガンチラ、はい、パンチラかな、海猿はイマイチだなぁと。あ、海猿ね、そうですね、映像は綺麗ですけどね、うん。預けさん、大仏が出るとプレミアって本当ですか？どこいんですか？え？どこいんですか？うん、そうですね。ああ、そうですか。はい、見たことないですけどね。え、あ、見たことはないですけどね。はい、今待て、パンチラバラバラとね、あずけさんはひどい男じゃないよと。あ、フォロー入って優しい。あ、優しいね、本当に ね、 ね。いや、いくらもらってんすか、本当に。いくらもらってる、本当にね。これひどい、ひどいですよ。ひどいですよ、優しくされられない、いや、本当にね、えちょっとちょっと怖い、怖いことを聞かれたもんね、怖いです、怖い。まあ事件ですね、もうもはや、もう、ね、事件、事件ですよ。もう今、ね、さらっと金文字出たんですけど、ね、もうさん金文字今なんてた今、え、金文字アウト、アウトじゃない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 よ、光ってる、光ってる、アウト、アウト、アウト、おおお、ブルブルっていった、ブルブルっていった、ブルブル来てる。これはいったんじゃないですか、もうさん、これはね、うん、さあ落ちろ。あ、おお、危ない危ない危ない、継続、これで疑似、疑似2ですね、疑似2、はい、いやー、そろそろちょっと、そうですね、言ってもらわないと、 う、 うちの評判にも関わるんで、そう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 、キリンキリンキリン、お、キリン柄の文字が出てる、俺についてくれば大丈夫だと、はい、モッサン、それは金保留にはならないのと。なってほしいですけどね、うん、ならないですかね、なんないですね、おっさん、俺についてくれば大丈夫っていう人はいないんですか、いない。預けの給料は116万円と聞いたのですが本当ですか。わー、すごい、もらって、どっから出て、どっから出てきたんですか、この金額は。また来た、ラジャン、ラジャン、そんなないです、ちなみに、そんなないと。あ、レインボー、レインボー、あ、レインボー、あ、もう当たってんじゃないですか。おお、これは当たりですね、多分。そうですね、はい、よかったですよ。あと、あと次、あ、金文字、うん、クラウドの、HR77 とかね、33、44と、はい、ゾロ目になってますね。あ、ほんと、うん、はい、コミュニティトーク、またありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、元嫁じゃないですよ、毎週見てください、この子だね、はい、お待ちしてますからね、あずけんが ST 抜けてマジへこんでる、元気出せよ。いや、もう元気、まあまあ、確かにね、もう抜けちゃったから、もう抜けんの髪だけでいいっすよ。そうですね、抜いてるの前、もう髪の毛だけでいいですから、毎晩抜いてる、こら、毎晩抜いてる、こら、いきますよ、はい、来ました、モスさんもようやく大当たりです。長かった、長かったな、はい、長い旅がようやく終わりましたね。はい、モッサン頑張って ST 抜けてくださいね。はい、頑張って、うん、頑張って抜ければいいです。はい、モッサンも単発で頼むぞ、放送的にと、ね、放送的に1回ぐらい続いた方がいいんじゃないですか。ちょっとね、1回ぐらいね、うん、剥ぎ取って、うん、それ中の大当たりでね、おお、はい、来ました。予約もまともな感じになってますね、うん、いや、こうね、はい、今のところ2の2で ST で、ね、ということでね、もうね、横須賀店くれば 100% ST に入るということで ね、もう最高、いい、最高ですね、素晴らしいコメントです。今、素晴らしいコメント、もうね、ST に入りやすいのかもしれませんからね、遊びに来てください、遊びに来てください、入りやすい、入りやすい、ね、苦情はね、あずけんともっさんにね、当ててください、お願いします、言ってくれたら本当出ていきますんで、はい、いつも呼んでくれればね、はい、ST 中は何パーセント、 ST 中は何パーセント、どういうことだろうな、あ、継続率、まあ 0% ですね。まあ 0% ね、今のとこね、いったな、わらわら、 100% ST 入って 200% ST 抜けるんですね、わかります。はい、まあね、ここでモッサンが引ければね、そうですね、そうそう、やっと、こう久しぶりですよ、これ、疑似来たの、疑似来たのは、はい、
朝一600くらいハマって ST スルーですねとそんなことないですよ、うん、さあさあモスさんしっかり頼みますよ、はい、さあこっからですよここからはーいあーつけたまーリーチかかっちゃいました、ね、落ちてこいお落ちましたね落ちただけ落ちただけ何もない、はいはい、基本的に私はスロースターターですからうん、はい、ほらちょっと人変えたんですよこれ人変えたなはいかわいいさああー一番弱い筋トレだよもうもううなだれてるはいいやこれちょっと明日気をつけますねこれはいそうですね、もさん頑張ってちゃんと引いて続いてうん頼むよお、緑になったお緑さあリーチかかりましたか結構早い段階できましたよはいはいあー来ないあーだねーまあ120回転ありますからそうですね、102回もおお閉じたらもう当たりこれ閉じたら当たりレインボーになってたねはいおめでとうございま ます早いですねいいですさっきのとはちょっと違うねこれねさっきの見てた人とねこれちょっとどんどんいいところをね、うん、見てもらえればねそうそうあーっとジュース買いに行かないとじゃあ私もお願いしますジュース買いに行かないと横浜ってどこにあるんですかあずけん日本にありますね日本です日本です、ね、だいぶ広いねだいぶ広いね今ねなんか当たるときはあっさり当たるんだねそうっすねあっさり当たりましたけれども100回までは、はい、もうリーチかかってピュッてたらピュッて当たるああなるほど その辺も時間を短縮してるそうですそうですおなるほどなるほど以降はあの倒さないと倒圧してああなるほどね何でも聞いてください、はい、もうさんはたんのことならあまり分かんないですね。あまり分かんないです。お、はい、なんですかこれは？継続ってこと？継続ってことです、ね。はい。お、なんか熱演してきましたか？いやでもこれちょっと色変わんないですね。うん、ランカムですか？レオリウレオレオリウスが出現すればちゃう。はい、ボタンを押せ。残念。あら。カスバカス。ね、カスバス。はい。アツケン今度講演会やろう ST 入って抜ける方法講師ですかうわ、おお金おっと来たかこれはどうも講演会長のアツケンですわースイカはい、スイカおおほんとプーギーのスイカですよそちらは何店ですかとこちらですかはい、はい、こちらはあれですよあですよえ何あ、はい、何言ってん何言ってんの何言ってんの横横ですよ横横店はい倒すところが見たいよとそうですねあそうですねそれ金色なの黄色じゃないのと違います違いますさああれはい継続あずけさん公演ステージは熱いんですかと熱いは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 いウルトラ上手に焼けましたあれ講演会長さあどうだあちょっとバイブしてるバイブしてるバイブしてるいや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 ねそういうのやめよこれ大人の対応やめようそういうね本当にね紛らわしい発言やめてください嘘とかやめてくださいよさあ誰なのかなうん、ちょっと弱いのかなこれちょっと弱そうですねなるほど はい、この子好きなおでも6すごいすごいすごいおっおいおいおいこれはどうですかあすごいほら HP がすごいこれ何ですかレベル名前が出てる人すごいですよ、ね、出てる人がすごいピッコロさんとベジータとそれドラゴンボールだからまずいまずい勝手に使っちゃった、ね、危ないですよ、うん、もしかしたらここのお店出るかもしれないですよえここのお店出てくるかもしれないそういうキャラクターがあそういうお店のキャラクターが出てくる出ないからさあどうでしょうかね倒すとこ見たいですね来たよはいこれちょっとでもまたな普通の通常のはいやつだいや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 あ緑は弱いかなちょっといけあああだねー指痛い指痛めたあずけんとモさんとあっちゃんレインボーで外す感じですねーと自分ちょっとレインボー当てましたよ当
レインボーは当たってますよね。当たってましたよ。あーということでね、あれ星6個ついても全然当たらないんだよね、この台 ね、何が当たる基準になるんですかね、うん、これちょっと明日ちょっと来てください。はい、そうですね、もうお待ちしてますからね、うん、待ってますから、もう楽しめるように、資料、資料借りに来てくださいね、本当ね、もうちょっと、うん、ほら、おでデータぞーとドラゴンボールね、あれ、うん、あれ、ありがとうございます。なんか聞いたことあるぞ、おでデータぞ、ほら、おでデータぞ、聞いたことある、預けマジ引き弱なんだな、なんだかとね、弱いっすね、やっぱ弱いっすよ、まずな、弱いっすよ。おっと、なんだ、サミーはラストのカットイン大事だよね。そう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 、すごい全てかかってますね、うん、グラビモス、あ、赤文字、はい、ラモスですか、それラモス、ラモスじゃない、うん、リモス、はい、預けの保留レインボーにしないとダメなんじゃねえか、そうですね、うん、他のなんかおすすめの台とかってあるんですかと、なんですか、あ、川瀬、沖縄、ああ。まあね、海物語もね、もうすぐ桜が、桜バージョン出ますしね、まあ根強いファンが多いですからね、ほら、あれも出るじゃないですか、サキ、あー、サキね、マージャン知ってます、サキ、マージャン見てます、教えてもらいました、超面白いですよ、サキ、超面白い、今全国、うん、大は知らないですけど、原作は面白いですよ、面白いですね、主任に教えてもらいました、本当ですか、のどかちゃんおっぱいでかいんですよ、知ってます、のどかちゃん、おっぱいでかいんですよ、知ってます、髪の長い、うん、そうそう、ピンク色の髪の ね、はい、うん、列で買おうかな列でこう入れよう、列で導入する、スペック2つぐらい出ますもんね、マックスともう1個ね、そうですね、いいと思うよ、うん、あれは多分、まあ、見てみないとね、うん、そうですね、台見ないとちょっとなんとも思う、アニメ自体もなんかものすごい強いらしいですね、面白いですよ、あとはクオリティですよね、カンカンカンってずっとカンで、そう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 、カンカン、そう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 、その特性があるみたいな、うん、そうそう、麻雀がねすごい強いんですね、はい、うん、でもあんなこう麻雀強かったらね、うん、一緒に手合わせ願いたい、ね、あー麻雀、麻雀どうなんですか、お二人は麻雀されるんですか、麻雀やりますね、あ、やるんですか、あの田舎者なんで、ええ、あのうちら田舎者なんで、あのもうやることがないんで、もう本当にもう、あ、ね、麻雀いいですね、こたつ入って、そうそうそう、ええ、これを人は集まる、ね、あれですよ、はい、人は集まる、麻雀中継ダメだろ、麻雀中継何の話だ、この時間を使って麻雀中継、そうそう、怒られるパターンじゃないですか、ね、カメラ1個、うん、それ怒られちゃうね、違う営業ですよ、うん、週末に横浜から打ちに行こうかなと、あ、お願いします、お待ちしてます、お待ちしてますよ、じゃあ休憩所でもう割れ目でポンやります、休憩所で割れ目でポンやりますよ、お待ちしてますですね、来た際にはぜひともね、預けいるとかモサいるとかね、言ってください、あの誰でも店員さんに、聞いてくれれば、いればね、ちゃんと出てきてね、大体毎日いますんで、そしたら放送見てますよとか言うとね、ちょっと喜んでね、あのちょっとズボン1枚ぐらい脱ぐかもしれないね、いや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 、時間じゃまずいでしょ、ちょっと紹介しますよ、いいところ、いいところ、お店とか、そうですね、美味しいところとか、地域のいいところ、紹介します、沖縄なのアクアじゃなくてと、アクア入ってるんですか、チャンス、アクアも、はい、ちょっとこれもちょっとあんま言えないですけど、行こうかなと思って、ああなるほどね、はい、はい、預け、さっき好きそうだから40台入れたらいいんじゃないと40台で、ね、40台ってもう海物語レベルだね、それね、本当にもうね、可愛らしいですね、うん、はい、モサンリーチ下がどうだどうだ、あーちょっと弱いかな、沖縄のは結構暑かったですけどね、うんうん、来週はアリアで、再来週は麻雀だなぁと、どんどん決まってっちゃうね、放送ね、やりましょうか、じゃあ、あの萩原正人とかゲストで呼んじゃってね、ってやりましょう、割れ目でポン、素晴らしい、単独和光津、こんばんは、あらさ、あれ、モンハンって映すなーってお達しあったんじゃないのって思いますね、まあその辺は逆に察してくださいぐらいでね、はい、もういおい、来たー、危ない、90、い
5回転、はい、危ない危ない、はい、ということでモッサン3連目ですね、これで、はい、ね、それに比べてアズケンは何してるんですか、何やってんの今、さっきの話だからちょっと可愛い台とか打った方楽しいですね、うん、まあね、そうですよね、どうせ打つなら、うん、ね、そう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 、作り込みがどれだけされてるかですからね、うん、そうそう、アリアは良かったですけどね、うん、あ、そう、はい、はい、ということで大当たりでございまーす、そうそう、はい、おめでとうございます、 NG ワードも1個追加ですこれもね、えー、大当たり大当たりというね、そんなさらっと、はい、これもうちょっとこれ明日これ大変だね、これね、うん、そうですよ、大変なことですよ、ちょっとちょっとちゃんとしますよ私、はい、ちゃんとしてください、ちゃんと当ててください、ね、本当にね、そうですよ、うん、ちゃんとするの期待してますから、はい、期待しててください、はい、週末に来てくださいよ本当に、あ、やっぱりあれですよね、1週間のうちでお客さんがいっぱい来るのは週末ですもんね、そうですね、やっぱりね、そうですね、土曜日曜ですね、あ、あずけんお店の行き方教えてと、ですね、本当ですか、はい、女性ですかそこそこじゃないじゃん、行き方聞かれてんのにさ、確認しないとダメ確認しなきゃダメ、男性であればちょっと NG ワードをかいくぐっていうのと、もし女性であればもう NG ワードも食らっても言わなきゃいけない部分があるんで、あ、なるほどね、そうです、なるほどね、そういうところがね、やっぱ重要なのね、でも男性でも一緒です、ですね、はい、あれですか、何ですか、あれ言うんですよね、そうですね、マイカーはお持ちですか、マイカーお持ちですか、であれば質問返しですか、であれば、ナビに入れてください、ナビに、はい、なんと日の出町ですね、日の出町、日の出町、広い日の出町、で住所ですか、住所ですか、住所です、あ、日の出町、の全国に日の出町っていっぱいあるからね、もしこの近辺で見てるのであれば、この辺のナビがあってピッ、あ、なるほどね、この辺の日の出町でね検索してくれと、あっちの日の出町行っちゃったらちょっと別のとこ行っちゃいます、そうですね、別の日の出町行っちゃいますからね、今度行きましょう、はい、行きましょうじゃない、誘ってんじゃない、一緒に行きましょう、誘ってんじゃない、馬さん、あずけんカットインがうざいんで入り券お願いします何画面にね映り込むからね、あ、よくね、そう、よく映り込むんで、いやもうさ、はい、ね、お話ししたいでしょ、ね、したいでしょ、あ、またコミュニティ登録していただきました、 ありがとうございます、ありがとうございます、はい、すいません、はい、やっぱりパチンコ多いですね、お持ちでないです、横須賀中央駅で降りてタクシーで1万メーターだよーと、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、いいフォローですね、連携取れてますね、連携取れてます、ね、視聴者の方と連携取れてますよ、ありがとうございます、頼りになるな、嬉しいな、どうしようかなと思って、はい、で打つ気ないでしょもう。でいやもう打つ気ないじゃんもう。自分でさ外れちゃうからさ。いやもうさ後ろの液晶画面動いてないもんね、もうね。話した方がいいから。じゃあ話するんだったらこっちアップにしますからね、顔をね。もうね、台映さなくていいんだよ。顔を映してもらわないちょっと明日の営業に響く。喋っておいてくださいちょっと。モサン今ね ST 中ですからね。はい。はい。なんとかねようやく引き戻して。そうなんですか。そうですね。この近辺で来たことあるんですか、あ、この辺にね、皆さん遊びに来たことあるんですかってことですか、ない、ええ、ある、ない、いや、それは皆さん、いろいろじゃないですか、そうですね、まあね、こういうのもアンケート取れたりできるんですよ、レベルが上がっていくと、コミュニティのレベルが多分25ぐらいまでいくと、はい、アンケート取れるようになるんですよ、はい、今私25の頃に離婚しましたけどね、じゃあ年じゃないか、はい、ええ、今20です、あと5、うん、で、あとレベル1上がるのに13人登録してもらわないと、そうそう、25になるのよ、だから多分あと50人とかね、ちょっとお友達にちょっと言ってくださいよ、うん、そう私25の頃ですよ、離婚したの25の頃に離婚ですか、そうです、ね、本当ですか、そうです、本当にそんな若く離婚ですか、3人、あ、3人、熱い熱い、もう25の頃からもういいです、25で離婚、早ーと、早いっすね、これは早かったですね、モッサンは嫁いるのと、嫁いないんですよね、まあ絶賛募集中なんでね。絶賛ね、すでに募集してます。あ、どんな子がいいんですか。これ言っといた方がいいですよ。はい、来ました。意外と見てますよ。あ、本当？
本当によろしくお願いします、はい、前回も言ったでしょ、俺はそれで言ったからねと、あ、そうそう、コメントで来て、あ、書いてくださる来てる方が来てくれた、ね、お店に遊びに来てくれた、ありがとうございます、本当に、はい、本当にありがたい、ジーンってきちゃった、スタッフの聴取でちょっと言いましたよ、私も言いましたよ、本当にね、うん、見てくれた人もわざわざ来てくれるって、ね、うん、そんな嬉しいことないですよ、はい、なんですよ、おっさんはどんな子タイプなんですか、どんな子、はい、そうですね、これ言っといた方がいいですよ、ね、結構あのモッサも切実なんで本当にリアルにあの2人でいると、ええ、ああいう風に子供連れて歩きたいなって言ってるんですよ、預け、アウト、何、アウト、子供、あー、そっか、そこか、預けんアウトですね、でもそうなんだ、いや、はい、それは盲点ですね、もうあの NG だろうが何だろうが、いいですよ、はい、じゃあね、ちょっとね、カメラ切り替えましょうね、バカじゃねえの、もう本当にもうここに来て来たな、さあ、大仏がね、ウォーミングアップをね、始めてますよ、ウォーミングアップ始めてますよ、はい、待てよ、おいしいじゃないの、君らないよ、新しいぞ、新しいぞ、これはダメって、それはやばい、それはやばい、うわいや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 、えぐいこと考えんな逃げた逃げた逃げちゃいましたね、逃げちゃいましたよ、はい、はい、ということでね、じゃあこちらね、モサの代だけ移しましょうね、そうですね、はい、帰ってくるかな、帰ってくるんじゃないですか、そのうちね、もう動けなくなっちゃったのかな、いや、はい、おかげさまでね、はい、16ラウンドですか、はい、16ラウンドの大当たりですね、はい、これはもうすごい結構、あれ、あ、来た、あ、戻ってきましたね、じゃあ画面切り替えましょう、はい、いや、そいつ、どうでした、初の館長は痛い痛い、初の館長は痛い、初の館長は痛い、ただ一言、もうすぐいバカじゃないの、あの人新しい、横須賀って大仏のある鎌倉から何駅ですか、何駅ですかね、うん、あれですか、あそこからですよね、モッサンがね、言わないからさ、僕はもう言いますよ、私はもう来てほしいんで、言ってくださいよ、じゃあ7駅です、7駅、はい、はい、7駅だそう、え、大仏のある駅って何駅なんですか、いや、いっぱいありますけど、あ、いっぱいありますよね、あ、全国リアルにあれ、どれですかね、鎌倉です、あ、そこ大丈夫なんですね、あ、そこ大丈夫なんですね、多分アウトもう何でも言いますよ、俺は何でも言いますよ、もう来てほしいんで、そうです、来てほしいんで、そこしかないなって思います、絶対もう言わせようとして、鎌倉って言わせようとしてんのにもかかわらず俺言いますよ、はい、もう、すげーよー、開けやー、マジキックか、あ、館長行ってからのちょっと待って、俺、ほんと、俺、明日俺、動けなくなる、そう、じゃあ行きましょう、イエーイこれね、あの固まっちゃうの気持ちすごいわかる、そうですね、お尻大変ですよ、お尻大変だよ、お尻ね、からし食べるわね、ね、はい、じゃあモッサの台ね、大当たり中移していきましょう、はい、はい、ちょっと継続してるんでね、はい、何連チャンできるのか、モッサ言わないからさ、まったくお店のことを紹介しないからさ、いやいや、前半結構言ってましたじゃないですか、いった、ほんといた、はい、もう最初は私が切り込んでいきましたからね、そうですね、全然切り込んでないよ、俺もされたい、これはと大仏それをね、それを匂ってと、あ、さっきの手か、あずけんフリーズくだらん面白かったぞ、アウト、画質上げたらコミ参加も増えるかもねと、あ、画質を上げろとね、画質ですか、なるほど、ね、なるほど、モッサンってまた行ったアウト、あずけん先週の戸塚店の放送荒らすからだよと、あ、コメント欄でね、だから、うん、あれだから本当にね、あれもう自分じゃないですよ、本当に違うと、いや本当に、あ、多分あのスタッフだと思うんですけど、あ、スタッフの人、多分なるほどね、多分ですよ、分かんない、罰ゲーム執行人大仏アウトん、違うんだ、え、なんだなんだ、なんか言った、さっき言った、なんか言った、さっき言った、スタッフって言ったんですか、
あ、スタッフ大丈夫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 。危ない。うん、大丈夫だね。もう、あれこれもう NG ワードでビビって言ってたらね、ダメですね。そうそうそう。バンバン言わなきゃダメ。そうそうそう。バンバン言って、普通の会話して、探っちゃいかんです。そうですね。これでいつか分かってきましたからね。悟りました。でも、今、モッツさんって言ったよね。何がそれ？アウトはい、言ってないですよ。言ってないです。そういうことか。言ってないです。そういうことです。そういうことです。そういうことですよ、要はね。要はそういうことなんですよ。なるほどね。ええ。あれ？ちょっと待ってね。はい、何？え、また？バカじゃないの？本当に。ねえ。もう攻め続け。いきましょう。あ、これ回数かそんな。いやー、あ、あれあれあれ、ダブルダブルダブル来る、ダブル、あ、これはやばい。一度で二度。やばいぞこいつ。やばいよ、何考えてんの。やばいこいつ。悶絶してる。地になる。固まって動かない。これやばい、やばい。台見せてって、まあ、ごめんなさいね。台見たいよね、ごめんね、ごめんね。本当にやばい、痛い、やば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 い、はい、やばい、わわわわわわわ、怖い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 、やばい。人じゃないよ、あんなの。血出てきた、血出てきたから。えはい、ということね。事件、いや、だってもう申し訳ありませんね、罰ゲームがあるんでね、ちょっとね。いや、これ二人でやったらちょっとできないですね。うん、いや、彼だからできるね。さあさあ、モッさんどうですか。いや、来るんじゃないですか、これは。来そう。演出はそれなりやすいですよ。うん、モッさん、その言葉ダメだったら会話できないじゃないかよ。なんでそんなようなじわとしてんだよ。会話できないじゃないかよ。切れ始めた。よく考えたら会話できないじゃない。冗談じゃないよ、あったり。しかし、痛い、もう、ほんとさ。じゃあ、どうだ。これやばい。倒せよ。あーだねー、やばいですよ。あー、もう、あの、打たないと、はい、大変だこれ、うん、で、坂本はどんな坂本はどんなこんなタイプなんですか、坂本。あ、その話まだ聞きなんですね。もう名前言うしかないだろう。もうだってもうじゃもうタイプですか。はい、タイプ、そうっすね。まあ、可愛い子はいいですかね。あー、可愛い子が好き、はい、うん、そう。モさん、いつ ST 抜けるのと。今、たまたま、え、あと20回ですね。あと20回転、はい。でも、まあ4連してますからね。そうですね、はい、16ラウンドが2回、そうですね、はい、はい、いやようやく打ち始めましたね、ダイオね。本当に打つ気あるんですか、本当に。こう柔らかい部分がさ、もう柔らかい部分が大変なことになってる、今ヒーヒー言ってるもん。しかも、やらしいのは、あの、股を広げてくるところがやらしいですね。本物ですね、あの人ね。本物かもしれませんよ。強烈ですよ、股広げてくるのは。さあ、残り5分ぐらいですかね。はい、鼻水出てきた、本当に。大変。はい、あと9回、あ、会話せよ。はい、坂本は、坂本は年いくつなんですか。年ですか、はい、今年30になります。あ、今年30の年、はい、何月生まれですか。10月生まれです。10月生まれ、はい、いやいや、その時は何かやりましょうね。そうですね、ね、ちょっとあの顔を見せといた方がいいですよ、募集中ですよね。いや、僕も心配なんですよ、本当に。あー、ね、伴侶、生涯の伴侶をね。そうですね、早く、あー、抜ける、抜けた、うん、本気で言ってますから、ずーっと言ってるんですよ、本当に。大仏は青柳っていうコメント入ってますよ。違います。あー、違うそうです。違います。まあ、サイズ的にはね、確かにね、うん、サイズは似てますよね。あー、抜けたか。はい、ということで5418玉ですね。はい、まあこうやってね、1回で5000発ぐらい出ればね。そうですね、まあ、またしばらく遊べますからね。さっき打ってたのもね、多分全部取り返してるんじゃないかな。はい、心配なんですよ。いやいや、あずけんさんも探さないとあかんやろと。ああ、まあまあ、そうですね、僕もそうです。そうですよね、僕もそうですね。やっぱツルツルになる前にね。そうですね、ツルツルになる前に、ツルツルになる前にピカピカになる、ピカピカにピカピカにいつもしてきてる。はい、
くらいね、もうでも、じゃあここから NG5 個ぐらい増やしていいですか。そんなにもうだとあと5分ですよ、5分そうですね、いいですね、減らしましょう、10個ぐらい増やしてください、10個ぐらい増やしましょう、はい、そんなにやるの、どん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 で最後もまとめてやりましょうもんね、そうですね、めんどくさいんでまとめてやりましょうって言うんでね、そうですね、もうじゃあ喋った数だけカウントしておいて、あ、わかりました、どん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 、お、キモジ、うん、キモジ、はい、お、お、来ましたね、それアウトですね、ハゲアズケン、それアウトです、それはあの絵的にアウトです、5400か、400分の1を考えるとあんまり打ちたくないかもなと、まあ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 ね、うん、まあでも ST がありますからね、うん、120、あ、あちょっとね、うん、弱いな、きついねこれね、はい、ちょっとね、まあね、そうよく最初から言われてましたよね、台自体がちょっと辛いんじゃないかみたいな話はね、うん、ありましたね、面白いには面白いですけどね、もうちょっとね作り込んでくれたらね、そうですね、はい、なんかそのマイスロ的な要素でね、そうですね、なるほどですね、それがあるだけでやっぱ結構変わったと思いますよ、違いましたね、やっぱりやり込みたいですからね、うん、そうですね、あたりもちょっと軽くしてやり込めたらね、はい、今、はい、なんて言ったんですか、いや、あれですよ、今もうカウントされてるんですよ、あ、そうです、はい、うん、今自分もう、もうえ、なんて言ったんですか、シャンの方いましたからね、私もシャン、はい、カウントされてますから、うん、あ、最近の台、金の安売りがどうも好きになれないと、そうですね、もう出たら当たってほしいですよね、うん、モッサンのプロポーズは俺の靴下を洗ってくれで OK ですか、あ、いいです、ね、いや、プロポーズして失敗する可能性ありませんか、離れていきませんかね、うん、モッサン一回行ったよな、モッシャン行ったはい、1個カウントね、はい、はい、当てたいなこれ最後、ねえ、うん、ちょっと弱いな、お、あ、ダメだ、あ、ダメだ、ダメこれな、はい、うん、うん、こんななんだね、うん、うん、こんな、ちょっと足足気をつけなきゃ今日の夜ですよ、え、なんて言いました、え、なんて言いました、今日の夜、今日の夜じゃ今のことをもう一回言ってくれればいいです、今日の夜です今日の夜、絶対言ってない、絶対言ってない、今言った、今言った、はい、今言った、2個ね、2個ね、うん、バンバン言ってやるもん、今日の夜、もうちょっと気をつけなきゃ、最後パーティー、パーティー、パーティーだよ、パーティー、うん、パーティーね、そうそう、パーティー、パーティー、この番組なんて名前、この番組なんて名前、なんて名前、アダルトですよ、アダルト、違いますよ、違います、本当の名前言って、本当の名前、本当の名前、何だと思います、言って教えてあげましょうか、うん、じゃあ、あれですよ、あれ、玉なくなってきた、ビビりすぎだもん、ビビりすぎだよ、ビビりすぎ、ビビってない、ビビってない、普通に言ったらいいよ、そう、ビビりよ、それ、あんなね、大気低い感情、ダブルデック、一回食らってっからね、俺もね、もうね、いいか、おぎかって思う、最近客いないよね、この店っていうコメントいただきますよ、そうですね、そんなことない、遊び来てくださいよ、そうですね、そうだったら来てください、そうです、お願いします、横須賀店はクランキーコレクション入ってますかと、ないです、ない、はい、いやー、入れましょうよ、面白いですよ、あのだ、そうですね、あれ面白いですね、あ、そうなんですか、うん、はい、モスさんもっと喋ろうよ、え、喋ってないですか、だからみんなが言ってるんです、全然喋ってないっ、ね、ビビっちゃってる、ビビってますけどね、はい、じゃあ、はい、これ見たら、ダメだったらエンディングいきます、はい、お、ちょっとチャンスじゃないですか、これ、ええ、継続、はい、あー、もうからしがね、もうすごいよ、レオリウス、うん、からしが、からしがやばい、あ、もう今になってきてるし、そしてもう緑か、はい、BC のもう、うん、BC、 BC のもう門がね、門がすごい、ね、柔らかい部分がさ、もう痛い、ケチョケチョになっちゃってる感じ、あ、ダメだ、出ない店は客いないのは当たり前ってことね、もう頑張りますから、頑張りますよ、来てくれないとダメなんですよ、頑張りますから、はい、来てくれないと、大仏デスソースたっぷり用意しといてね
このお店にレッスン搭載されてないですね。まだ搭載とかいらないですね。まだ搭載されてないです。オプションがないです、ね。自販機で出るんですよ、ね。自販機置いてたらいいですか、ね。自販機手軽にレッスン。はい。いやはい、ということでじゃあそろそろ、はい、エンディングいきましょう。はい、はい、じゃああちらに戻っていただいて、ね、オープニング位置に。いやー、はい、痛かったな頭、彼氏がね。はい、皆さんお疲れ様でございました。どうぞ、ね、どうでした今日モハンは。いや、やっぱり当たると面白いですよね。当たると面白い、面白いです、ですね、はい、うん、いいね。演出はすごいいいと思いますよ。演出はすごい、はい、はい、辛くさえなければ、ね、そうですね、うん、じゃあ先に告知しましょうか。あ、うん、いいですか、はい、じゃあちょっと持ってきますね。はい、はい、来週月曜日3月17日、はい、はい、こちらスロットモンスターハンター、はい、気候なる横須賀店にゴスロですね、ゴスロに2台購入予定です。はい、地域最速でゴスロに入りますからね、はい、ゴスロでモンハンしたい方はぜひご来店ください、うん、お願いします。終わり、終わりですね。うちはこのまた水曜日にやりますんで、はい、ね、はい、ちょっと日にちずれますんで。あ、日にちがずれるけど、一応予定はありますんで。ありますんでね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでね。はい、じゃあ早速あずけんさんの残った罰ゲームを2個ね消化してもらいましょうか。はい、はい、じゃあね、大仏さん、大仏さん来ていただいて、大仏さん、大仏さん、いらっしゃい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 。え、2個、ふわふわ、マジだな。何ですか、何ですか、今何しようとしたの。どういう使い方、クッキーに乗せる必要なくない、それじゃ。何ですか、何ですか、それ何ですか、ちょっと説明してもらっていいですか。これ何、これ、これ、これなんか、まあ、一番最初に出てきたなんか別なもん入ってる、これ。え、からし、からし、なんかわさび。じゃあ早速もう口に入れてください。はい、ね、時間ないですよ、時間ないですよ。はい、はい、ということで、何台入るんですかと、モさん、さっきの、え、2台2台入りそうなんでね、ぜひともお近くでしたら遊びに来てください。3月17日ですね。はい、審査を開店でございますんでね、何味だったんですかと。カラシ味、え、カラシ、カラシだよ。なになに、カラシ、カラシ、何言ってるかもう分かんないよ、本当に。え、あずけんさん元気ないですけど大丈夫ですか。悶絶エンディングということね。今日は悶絶のエンディングでしたね。あ、大仏、あ、まだ行くよと、まだ行くよと、まだやる、なんか大仏、あ、なんかお尻、お尻、お尻、お尻行く。さあ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 。今日は本当ね、大仏がね、あの大暴れしてね、番組盛り上げてくれましたからね。はい、ということでね、来週の予定は一応、飛弾のアリア、はい、パチンコを、はい、遊戯予定になっておりますのでね、はい、来週のこの時間も、ぜひともね、見ていただけたらと、思いますね。はい、大仏すげえな、店長の日頃の恨み晴らしてるよなとね。大仏お疲れーというコメントもいただいてますね。あずけさん喋ってください、ちょっと。今日はだいぶね、食らってましたけれどもね、どうですか。あ、全然大丈夫です。なんかどのぐらいね。全然大丈夫ですよね。大人ですからね。最後もまだ1分ちょっとあるんでね、嫁募集の告知をね、そうだ、やんないといけないんで。そうですか。ほら、早く早く。顔ちょっと、もうちょっと、前ね。こういう顔してますね。こういう顔してます。じゃかな、大丈夫ですよ、大丈夫です。はい。あ、近い。ということで、気候なる横須賀店店長のね、はい、モッサンです、ね、絶賛嫁候補募集中ということなんで ね、 そうですね、もう出会いも全くないです。ぜひともね、お店の方に遊びに来ていただいた際にはね、モッサン、タイプなんですとかやね、そうですね、言っていただくとね、もう本当にベルト緩めて待ってますんで、ね、そうですね、もう緩めて、ゲス、もうすぐそうです、すぐ緩めます。まあ大人ですからね、この放送ね、だいぶ大人な、番組になっておりますんでね、ぜひともまた来週も、見ていただければと思います。はい、待ってますからね、横須賀に。はい、来てくださいよ。言ってください、ね、はい、コミュニティ登録ありがとうございます。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。はい、最後にちょっと聞き方をね、教えてもらってもいいですかね、このお店のね。もう大丈夫ですよ、もう NG ないんで大丈夫です。
横須賀にあります。横須賀の広出ちゃん。NG ワードにビビって言って言えなくなっちゃった。言えなくなっちゃった。横須賀の日の出町にあります、はい、横須賀中央駅からも来れますので、はい、京急線で、ね、近くに海風公園っていう公園、はい、海風公園ありますんでね、はい、ぜひとも遊びに来てください。ありがとうございます、はい、ということで、ビビりすぎだろうとね、面白かったよと、ありがとうございます、面白かったよとつってことね、はい、最後までご視聴ありがとうございました。待ってますから、また来週も見てください。ということで皆さんおやすみなさい。はい、さよなら、おやすみなさい。いなりずし待ってます。はい、怖い怖い怖い。そう、この感じいいね。キコーナー。